Amazing grace, how sweet that sound. あ、変わった。気持ちいい。聞こうな。はい、皆さんこんばんは。こんばんは。今週もやってまいりました。気候のチャンネル水曜鶴見&東大阪店自由すぎる配信ということで頑張ってやっていきたいと思いますのでよろしくお願いいたします。はい、今週は気候の東大阪店から放送ということになってるんですけども、ハラーって言われてますけど、ハラー、はい、犬井さん、はい、もう久々の登場ですけども、久しぶりですね。はい、犬井2000枚さん、今日はよろしくお願いします。はい、テンションがよくわかんない。もうなんかこの映像突っ込みどころ満載な感じですけども、大丈夫ですか？腹相当やばい感じになってますけど、大丈夫ですかね？完全にかなりギリギリ。ギリギリ、かなりギリギリというかもうアウトのような気もしますけどね。まあ、これに合わせてギリギリの状態をキープし続けてますんで。はい。はい。大丈夫です。大丈夫ですかね？はい、ん？マイク入ってる？入ってます？はい、あ、入ってますかね。はい、すいません、よう木村ということでね、ありがとうございます。はい、はい、木村さん今日あれですか、エイリアンさんと大仏さんの家掲げてますけど、もうあれですか、お亡くなりになっちゃった感じなんですか。そうですね、卒業シーズンですからね。はい、ああ卒業シーズンということで、はい、でまあ、僕たちも遊びでやってるわけではないので、はい、はい、滑る数に応じてやっぱり切り捨てられますよね。遊びでやってるわけじゃないんですか。そうですね、はい。あ、そうなんですか。はい、数取れないと踏んだらもうすぐ抹殺されるということで。そうですね、あ、はい、サイクルで進めていきますんで。厳しい世界ですね。はい、あ、ということで今日はじゃあプロデューサー木村さんとしてはもうあれですか、何も連れてきてない感じですか今日。そうですね、来ない方がマシだと。なるほど、はい、もう数取れないんだったらいない方がマシだということで ね。そうですね。あ、なるほど、はい、どんどん切り捨てていくということでね。はい、よろしくお願いします。はい、はい、よろしく。テンション相変わらず意味がね分かんないテンションですけどね。木村髪切ったって言われてますけどね。あ、来ました、ありがとうございます。髪いろいろ切っていきますんで。いろいろ切っていくとね、はい、髪も仲間もどんどん切っていくということでね。そうですね、切れるもん全部切っていきますんで。そうですね、はい、っていう感じになってますんで、じゃあ本日ね、下にもタイトル出させていただいてるんですけども、キコーナの化け物が化け物語を語る配信ということで、犬井さん、はい、化け物代表として化け物語を今日はね たくさん語っていただくということになってますけども、はい、自信のほどは。そうですね、はい、もうやっぱ解説とかはもう全部出てるんで、はい、やっぱ熱い打ち方やら、はい、もうところどころだけ、はい、真剣に、はい、もう熱を込めて打てるように。熱を込めて打てる。はい、すみません、ちょっとよくわかんないですけどね。はい、じゃあそういう感じでね、はい、やっていきたいと思いますのでね、ぜひね、じゃあ木村さんと乾さんが打つ感じですか。そうですね、一応そんな感じで考えてるんですけれどもね。はい、はい、2人で打つ感じでね。そうですね、はい、家を投げたバチが当たるって言われてますけどね。あ、大丈夫ですよ、はい、問題ないですよね。はい、大仏とエイリアンなんで問題ないと思いますけど、ね、あ、問題ないです、大丈夫です。はい、究極 V モンキー西村心が止まらないさんもクビですかって言われてますけども、今日はいらっしゃらない感じですね。そうですね、あれは東大阪サイドの人間ですので大切に扱ってもらえると思います。なるほど、なるほど、はい、また部署が違うということで ね、はいはい、なってますんでね。はい、じゃあ今日はこの2人に打っていただく感じでよろしいですか。まあ、そうですね、ちょっと心細いですけどね。あ、じゃあどうしますか、この辺もう振らずに行くのもありかなと思ったんですけど、一応振っときますか。そうですね、はい、下がってますからね。わ、はい、かりました。じゃあ、いやですけど、ちょっと。はい、どうぞ。孤独な羽を晒して新しい挑戦です。君だけの羽ばたきを見せて。ちょっと僕これタイトル分かんないんですけど、信じてるなら言を聞かせて力尽きるまでに。やっぱオープニングってあった方がいいと思うんですよね。これいる本当に。抹茶のパクリアンって言われてますけど、愛を。あ、そうですよ、はい、求めるのがもうバンバンパクっていきますね。完全にパクってますよ、ね、はいはい、まあ、でも絵はね、こっちの方が面白いと思うんですよ。体を夏にしろって言われてますけど。完全に歌い切りましたね。ありがとうございます。ありがとうございます。はい、こんばんは店長です。
私だ。はい、知ってますよ。分かってますよ。はい、はい、店長ということでね。はい、ペカさん。サンダーバードをお送りしました。サンダーバード。また。T.M. レボリ。帰るのかよ。帰るのかよ。おい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 。誰もいなくなっちゃったじゃねえかよということで。はい、じゃあ。もう本当に収集つかなくてね、もう収集つける気も誰もないという感じですけどもね。はい、じゃあ本日はこういうことで、ペカさんが打つ感じですか。ペカさんが打ちますよ。あ、ペカさんとじゃあ乾さんとね、はい、はい、東大阪チームと、鶴見チームが似てますね。ありがとうございます、はい、化け物打つかっつって、化け物語を打っていくということで、はい、大丈夫ですよ。突っ込むのもめんどくさいんでスルーしていきますけどね。はい、はい、お願いいたします。じゃあ行けっつって早速打っていただく感じよろしいですか。はい、はい、お願いします。よろしくお願いいたします。はい、お願いします。よろしくお願いします。微妙って言われてます。あ、なんかドラえもんが佇んでますね、これね。そうですね、はい、邪魔ですね。邪魔ですね。邪魔ですね。ドラえもんちょっとこれつけてもらっていいですか。すいません。はい、お願いいたします。いや、まあでも化け物語ね、はい、鶴見でも一回放送したことあるんでね。ありますね。はい、まあ僕もちょっとぐらいは説明できるんかなと思ってるんですけど、ちょっと木村さんも説明に加わりたい感じで、はい、まあうちのペカ泥棒がいつも事前準備ゼロでやってきてるんですけども、はいはい、今回原作をですね、はい、前話見てきたということで。おっと、はい、じゃあ今日は本当に化け物語が大好きな人たちが集まってるということで。そうですね。よろしいですかね。原作で分からんことあったらペカドボーさんに聞いてもらって。なるほど。はい、機会は乾二千枚さんに聞いてもらったらいい。なるほど。おお、はい、素晴らしい。いい感じですね。いい感じですね。はい、じゃあ準備よろしいですか。はい、はい、はい、じゃあこちらの方にね、カメラの方に顔をいただいてもよろしいですか。こちらですね。はい、そうですね。はい、それでは本日キコのチャンネル水曜鶴見&東大阪店自由すぎる配信、本日は化け物語を、キコナの化け物が化け物語を語る配信ということでお送りしていきたいと思いますので、よろしくお願いいたします。それではシダースタート。よろしくお願いいたします。はい、まずはキャラ選択ですよね、はい。そうですね、まずキャラ選択。やっぱりキャラ選択、はい、やっぱり原作愛してるだけありますね。はい、誰からいきますか、キャラ選択。皆さん何が好きなんですよ。いや、やっぱなでことかあの辺が人気なのかなって感じですけどね。おそらくなでこなでこいうコメントが流れると思うんですけれども、私は迷いちゃん一択です、はい、おっとよろしくお願いします。八九時聞いた意味ないですね。今ありがとうございます。どうします、偽前さん。やはりなでこ。まあ私もかなり八九時寄りなんですが、今日はなでこでいきましょう。おっと、八九時寄り。お二人で決めちゃってますね。犯罪の匂いがしますね。コメントとか一切無視すべくスタイルなわけですね。では行ってまいります。はい、おい、ちょっといや、ありますよ、結構あります。それ何でしたっけ。黒っつってピカッつって、はい、はい、こんな感じでね、よろしいですかね。はい、じゃあ本日はこんな感じで。おお、直感かぶってる。あ、そんな感じでいいですかね。こんな感じでよろしいですか。はい、こんな感じで、じゃあ本日一発目ドキッとしたんですけどね、お送りしていきたいと思いますので、よろしくお願いいたします。お願いします。はい、お願いします。じゃあすいません、ちょっとね、コメント、はい、今日もたくさんいただいてますんでね、最初ねちょっといきなり寒い、はい、まあ寒いというかいつも通りなんですけどもね、はい、お送りしたんですけども、それまっちゃんが寒いことになりますけど大丈夫ですか。いやいや、まっちゃんは寒くないんですけど、まっちゃんをパクった人が寒いみたいなね感じだと思いますけどね。いや、まあまあ、はい、でもうちのペカ泥棒がやって滑るっていうことはもう相当ですからね、はい相当ですからね。相当ですよ。逆に滑らなかったことの方がレアな感じですけどね、はい、大丈夫ですかね、はいはい、タンクトップ裸の大将いるやんって。松浦さんこんばんは。化け物語好きだから今日は嬉しい配信だってことで、ありがとうございます。ありがとうございます、はい、もう罰ゲームしてるとは手は出してないですよ、はい、和光はらーわらわらってタンクトップじゃねえって言われてますけどね。陽気村ってバンされる。もう罰ゲームしてる。大仏コーンってことで、どうもこんばんはただいま清掃中、ご苦労様です。木村髪切ったって言われてますけど、木村さん髪本当に髪切ったんですか。そうですね、はい、うん、さっぱり。確かに切ってますね。さっぱりした感じで、まあ、人前に出るのにやっぱダラダラの髪の毛じゃダメだろうと。ああ、なるほど、はい、さっぱりして、して毎週切ってるんですか。ほんなら。そうですね、毎週切ってますよ。毎週切ってるんですか。毎週切ってますよ。すごいですね、はい、金かかりますけど毎週切ると。そうですね、はい、まあちょっと出口はわからないんでこれぐらいで。なるほど、はい、よくわかんないですけどね。わ、和骨出落ちかなって、はい、間違いなく出落ちになっております。猿もいないのって。猿って何でしたっけ。あ、究極 V モンキーさんか。究極 V モンキーさんは今日はいらっしゃらない感じですか。猿のこと皆さん覚えてらっしゃるんですか。そうですね、猿人気ですけどね。あ、今ドラえもんがあたふたしてますけどね。究極 V モンキーさんを探してますけど、どうだ、いるのか。いない。いない。
残念ということでね、あ上だわって言ってますけどね、はい、いらっしゃらないということになってます、次はパイプか、家を投げたバチが当たるなって言われてますけどね、あせいやを配信してた店か、そうです、ありがとうございます、ありがとうございます、はい、せいやになりましたね、白子ポン酢が食いたい、何の話だよ、来た、うん、何この茶番、歌、化け物語打つんだ、本日化け物語になっております、抹茶のパクリアン、はい、ありがとうございます、はい、ありがとうございます、パクリアン、はい、体を夏にしろワンバンコワンバンコ、水曜の癒しのドラちゃんこんばんはということでね、どうもこんばんは、はい、こっち、はい、会員の文字がでかくなってますよそのコメントを読んでる間にじゃあ映ってますけどね、暑いですねこれ、お暑い、でか会員、はい、もうスイカの時点で会員が出る時点でもうほぼ暑いですね、なるほど、どういう状況なんですか、はい、もうそうですね、まあ、設定させて1で 3.13%、はい、で設定6になったら 9% になってくるんですが、はい、もうその 9% を過ぎてて、さらに今こちらかな、絶対という、まあ絶対といったら変なんですが、まあ、開始50ゲーム以内、はい、リセットの降格ですね、なるほど、はい、怪獣連に期待もできますし、なるほど、素晴らしい状態になってます、これ今日の設定の方はいわゆるあの小文字の B ということでよろしいですか、はい、小文字の B ということでよろしいですかね、はい、小文字の B 設定になってますね、はい、微妙パチパチパチ、ドラえもんかと思ったら後ろの清掃スタッフだったということでね、そうなんですよ、清掃の、ね、中をかいくぐって放送してますんでね、はい、はい、キャラ設定はどうするんですかということで、一応ペカさんがマヨイちゃん、マヨイちゃん行きます、はい、で乾さんがナデコですね、あナデコでね、はい、やったということになっております、青たぬき店長なんかってことで、そうですね、あのたぬきって言ったら怒るんでね、猫って言ってあげてくださいね、はい、水曜日で大のこと説明したことねえだろうって言われてますけどね、はい、ありがとうございます、いやでも一応なんだっけ、バジリスクとかね、あの前回ね乾さん出ていただいたときに、そうですね、はい、やったこともね、多少あるっていう感じですけども、まあだから、ねはい、東大阪サイドはまあ大の説明してるんですよね、ちょいちょい、若干ね、はい、はい、ちょっと鶴見の方がね、はい、あまりあの大の方に興味がないということで、そうですね、はい、ほとんどね、いやそんなことないですよ、説明しますよ、え、カイジの儀ってこれどういう状態なんですか、あ、このカイジの儀ですね、はい、まあ、カイ揃い、こちらが、まあ、高確率で出るっていう、まあ、誰でも多分そうですね、してた状態になるんですが、まあ、こちらの時一番面白い打ち方が、まあ、ございまして、はい、自力解除ゾーンってことですね、あ、その通りです、チャンスゾーン、まさに自力解除で、熱い打ち方あるんですかそこで、はい、まあこちら怪異を止めろということで出るんですが、はいはい、その時に、まあ、2つ押し方がありまして、はい、まあ、1つ目が逆ハサミ打ち、はい、逆ハサミで中は振り打ち、まあ、こちらになりまして、まあ、怪獣の儀 の怪図柄の止まる打ちによってかなりあの期待度が変わっておりまして、なるほど、ので中1つ停止っていうのが期待度 5% になっておりまして、はいはい、もうこちらは正直ほとんど無視してもいいぐらいの、逆になんですが、このそうですね、第1停止、逆を、第3停止から押しまして、で第2停止で第1停止、第1ボタンを打ちます、でそれでどちらかが貝揃いが、貝揃いじゃないですね、貝ゆず柄が止まりましたら、もうかなりそれだけで期待が持てるっていう、なるほど、両端に貝ゆず柄が揃えばなかなか暑いんではないかということですかね、その通りですね、その時点でもう中も貝図柄が止まることが確定しておりまして、あ、なるほど、非常に嬉しい瞬間となってます、中のみは 2.5% じゃねっていうふうに今コメント欄でいただいてるんですけど、 5% なんですかね、 2.5% のはずだったんですかね、まあ、まあ、それぐらいあんまり強くないというか弱いという感じでよろしいですかね、そうですね、なるほど、いや見てる人もだいぶレベル高いですね、そうですね、はい、もう鶴見の人間は全く手出しできない状況です、ふーんとか言ってますけどね、はい、ペカさんね、皆さんないんですか、原作のことで知りたいことなどないんですか、お、原作に関して言うと狙いはちょっと当たりやすいみたいなやつですね、若干チャンスアップですかね、そうですね、あ、残り5で5回こちらからがチャンスになってまして、はい、こちらからはあの連続演出に発展するだけで確定するっていう、なるほど、ナイスですね、連続演出に発展するだけで確定なんだ、もうこの残り5回だと、はい、へえ、もうプッシュボタンを押す前にもうキャラクターのナビボイスが聞こえた時ですね、はい、日本語ボイスっていうんですけど、はい、押してっていう、押して、はい、いつもはもうそちらではなくて
それで話って。まあ、そのキャラクターボイスを聞けた瞬間がすごい嬉しい。なるほど。なるほどですね。さあ、狙え。うん、あ、取らない。残り2回。一応緑ですけどね、どうでしょうか。非常に危険です。厳しい感じですかね。はい、こちらで出るソロはない。かなりアウトです。あ、さあ一応連続あそこで揃うと入る可能性が高いと。そうですね、最後の、 あの導入ゲームの時の出るに至っては 16% ございまして。お、そんなにも。そうですね、もう普段全く期待ができない、まあ、すごいモード以降は優遇されてるんですよ、ベル。あ、そうなんだ。なるほどですね。さあ、この怪獣どうでしょうかね。ほんまに分かってんのかって言われてますけどね。なるほどなるほど、まあ、分かってないですね。分かってない。あ、ペカさんは完全に分かってないということでね。そうですね、はいはい、生返事してますけどね。あ、残念。残念です。スルーですね。そうですね、まあ、でもこっから怪獣連モードかなり期待できます状態になってますんで、もうここは怪獣連モードに期待です。そうですね。通常時はどういう風に押したらいいんでしょうか。そこからかよ。通常時、まあ、やっぱり一般的に普通に左から止めてもらいまして、第三停止はもうスイカとかを取りこぼすことがないんで、振り口で消化していただきましたら。左は最初まず何を狙っていきましょう。そうですね、貝図柄を狙っていただきたいですね。最初にはまず貝図柄を。はい、なるほどですね。それによっていろいろ打ち方が変わってくるんですかね。そうですね。例えば、はい、ただ正直言うと、その第一停止で、まあ、ほぼ全て決まりまして、仮にチェリーが止まった場合でも、強チェリーの場合でしたら画面の方に貝文字の方が浮かび上がりますので、もうそちらでほぼ判別が可能となってます。あ、チェリーの後にですか。はい。へえ。ステージ以降ですね。いいですね。まあ、だいぶ一時、乾二千万円さんのおかげで結構、ね、解説のレベル上がってるなと思ったんですけども、はい、うちのペカドロゴさんの質問のおかげでぐっと下がりましたね。そうですね、はい、まあ、敷居を下げていくスタイルということで、ね、ありがとうございます、はい、これは初心者の方でも見やすい動画になりますよ。そうですね、はい、貝図柄ってこう唯一こうピカッピカッって光ってる紫色のやつですよね。あれを狙っていくと、ね、目押しの仕方ですね。はい、本当に黙ってほしいですね。ありがとうございます。わざとだ。ドラえもんどうしたって言われてますけどね。うんうんってうなずいてますけど、ドラえもんね、今ね。なるほど、はい、お、なんか思いつきましたね。ドラえもん今なんか思いつきましたけど、何ですか。お、完全にカメラかぶってますけど。あ、鍵ですね。鍵もらいましたね、はい、イヌイさんから。何するんですかね。何するんですかね。本当に行動が読めないですからね。そうですね、はい、まあ、今刺す鍵間違えたんですけど、自分のお店の鍵ですからね。、はい、エヴァ開けてますけど。そうですね。どうですか、はい、スイカが来ましたよ。あ、スイカ。エヴァの設定確認してます。いい、ね、この後はこれ何狙っていきましょう。じゃあ第2停止もここはちょっと貝図柄を。第2停止も光ってるやつ。はい、光ってるやついきましょう。はい、はい、第3停止フリーでいきましょう。適当で。はい、ほう、これでスイカが揃えることができますと。はい、なるほど、わかりましたか皆さん、はい、誰でも簡単にスイカを揃える方法、オカルトではございません。あ、これまた鍵を律儀に返却しようとしてますけどね。別に無理に返却しなくてもいいと思うんですけど。あと玉ぼこ一箱パクりましたね。これ嫌な予感しますよ。これ打ちに行くパターンですね。これ僕知ってますね、この流れ。この流れ話って、これエヴァ打ちに行くパターンですね、これね。いや、まだわからないです、まだわからないです。え、まだわからない。さすがに収録中ですからね、他の回打つなんてことは、はい、ない、さすがにないと思うんですよね、はい、仮にも中身店長ですからね。そうですね、はい、あ、今メダル投入しましたね。メダル投入しましたね。ああ、打ち始めましたね。あ、こちらの願い虚しく打ち始めましたね。エヴァですね、今日は、はい、ジャグラーじゃないんだ今日は。そうですね、本当にせめて台映るところで打ってほしいですね。そこをちょっと映しきれないんですけどね、はい、ナンバーランプ気にしてますね。はい、エヴァのボーナス確率とか見てるんですかね。なるほど、大当たり回数をね。なるほどですね、はい、チェックしてますね、はいはいはい、できれば打つ前に見てほしかったですけどね。そうですね、はい、座る前に、座る前に、はい、まあ、ペカ泥棒がなんかこれだこれだ言ってますけど、 あの人スロットのこと全然分かってないですからね。この台打てよみたいなね、はい、なんか今言ってますけどね、はい、おっと、また鍵をもらって、あ、下がるんですね、はい。さあ完全に同時に動くのやめてもらえてですね。そうですね、
完全に実況できない状況になってますけどね、はい、ありがとうございます、はい、さあ、うん、打つのだ打つ結局まだ開けて打つのまたでも怪獣の儀入ってますよ入ってますもう怪獣連来ましたねこれ入りやすくなってるんですかねはいエヴァは、ね、エヴァは酔い越しに関わるからマジでやめろって言われてますけどねもう容赦なく容赦なくいくスタイルですねこれね、はい、これは、はい、これはこれは何ですかおチャンス目 B 来ましたチャンス目 B、はい、いや最初に狙った時にこいつがね揃ったんですよあいいですねこれはなかなか入りかもしれないそうですね、はいまあ、状態によりますが直前にスイカを引いてまして、まあ、うまく広角もしくは超広角に入っていたらかなりチャンスがありますそうですねはいもう定格でも3分の1で入りますのでもうぜひさあ化けがちょっとざわついてるところでねドラえもんが後ろでエヴァを、初心者打ちしてる感じですけどね大丈夫でしょうかねああびっくりしてますけどどうですかまあ結構押してくださいって今押してくださいいいですね私に構わない打ち方がドラえもんさんの打ち方がちょっとすごい完全は今日初めて打つ人みたいな打ち方になってますけど大丈夫ですかねそうですねドラえもんじゃない時に結構この台おもろいっていう話してましたんでね結構打ち込んでるはずなんですねあそうですねあこれすいませんテロップまた逆ですね大変失礼しました、ちょっと直しますねああ早く打ってペカドブロさん早く打ってペカさんペカさん何してんのいやイヤホンとかの機械が腰についてるんですけれども、はい、その塩梅が気に入らなかったみたいなあなるほどちょっと座りが悪かったって、はい、裏でやれとはい申し訳ないですかわいいドラさんって言われてますけどねどうでしょうかねこの姿を見てかわいいとありがとうございます、はい、さあ残念ながらユニさんは怪獣スルーですねはい厳しいそうですねただやはり怪獣連にいることがほぼ確定しますので、はい、さらに狙っていきたいですねそうですねまあ引きねどんどん怪獣入っていくんじゃないかなっていうところですけどねこの怪獣はなんかあれですねざわざわみたいな感じなんですねまさに怪獣のあれ怪獣のあれって何あれですねあれですかあれですよねいや分かりますよ分かります、キャラクターね何がいいっていうさっきの話翼なでこ迷い迷い下着迷いということでね結構割れてますけどね、はいはい、犯罪系か残業お疲れ様です、今日の設定は B でもなんか思ったよりなでこちゃんが少ないですねそうですね、まあ、なんかもっとなでこ推しの人が多いのかなっていう気がしましたけどね挙動見れるのかなということで今日は、ね、一応設定、小文字の B 設定になってますねぜひ挙動見ていってください犬の文字が、はい、犬さんなんか引いたっけって全然引いてません真ん中の画面に、白と赤のあ違う青と白の怪異がいたってことですそうですね今青と白の怪異はねエヴァ打ってますけどね、木村一発ギャグうんドラちゃん何逆ハサミテンパイは確定目かそうですね中の実は 2.5% じゃねえって言われたらどうなんですかねよくわからないからドラちゃんのジェスチャーで表現してくれってことで余計よくわからない余計よくわからなくなりますけど、ね、これで怪獣の儀が確定と、はい、確定しました ありがとうございます犬いって言われてますけどね頑張ってくださいねはい頑張ってください原作見たいから特にないからからの原作猫物語とは別ですか別です、プッシュ化け物語って何が化けなのこの前やってたやつってことでまあ、基本的に水曜日の放送は、ね、化け物だらけというふうに、ね、なってますよねそうですね化け物には困らない体制はできてますね、はいはい、なっておりますほんまに分かってるのかお客様会員カードの方はお持ちでしょうかって言われてますけどね、それ爆笑です怪獣連の割合は6でどれくらいって言われてるんですがはい、まあ、6怪獣連の割合が中の、まあ、こうモードによって、変わるんですが、はい、6だったら、まあ、最初の今の状態最初、リセット後50ゲーム間でしたら、はいまあ、一度怪獣で怪獣に入っていただきましたら 82.5% で 82.5%、はい、入りますね、まあ、そのうちの確か 62% ぐらいがショートで残りがミドルなるほどと、ね、いう感じになってますね一応ね犬さんはねかなりね、本格的な機械の解説ができる方ということで、はい、今日はね解説をしていただいておりますけれどもよいしょちょっと待ってくださいねペカドロゴさんもなんか来てますか当たるんちゃいますか当たりそう当たりそう、うん、あいいですね赤まで行きましたね行きました
赤ですね。あ、いいですね、追加取りこぼしでレインボーですね。レインボーしました。レインボーは 100% ですか。いただきですね。これシャメ取るやつちゃいます。そうですね、シャメ取られる方も結構やっぱりいますよね。レインボーですわ、ちょっとシャメ取っときますわ。そうですね、プライベートでお願いしますシャメ取ってますね、今ね、自分の顔でシャメ取ってますね、はい、なるほど、ムービーしか取れないと思ってます。そうですね、ありがとうございます。確定しました、ありがとうございます。おめでとうございます。2人ともなでこだって言われてますね。はい、横浜の鶴見か懐かしいって言われてますが、横浜ではございません。一応大阪市鶴見区の気候な鶴見店、はい、と、気候な東大阪店、この合同配信で本日は気候な東大阪店の方からね配信させていただいております。はい、大阪府ですよ。はい、やっとかってありますけどね、ようやく来た感じですかね。まあまあ、やっとか言うてますけれども、はい、毎回言ってますけど、うちのペカドローさん回すのクソ遅いんで。そうですね、はい、まだ100ゲームちょいぐらいしか回せないんですかね。そうですね、100ぐらいですか。そうですね、ナレコスネーク終焉ってこと、おめでとうございます。おめでとうございます。さあ、イヌイさんも赤ですね。赤です。あー、はい、あー、これ熱い。あー、来ました。実戦上何度も外した経験があれど、熱い。そうですね。さあ、ハッピータイム、ペカさんがまず最初にハッピータイムですね。 AT 突入です。ドラえもん何してるのって言われてますが、ドラえもんなんかエヴァ打ってますね。はい、はい、あ、しかもなんかこれ暴走してない。あ、これちょっとエヴァ暴走してるよ。ちょっと待ってね、そんなこんなん言ってながら、こちらも、はい、あー、来ましたね。来ました、おめでとうございます。しのぶ来た。おー、しのぶ、まあ、しのぶがチャンス目 B、 スイカ展開外れ、ガキゴン示唆しておりまして、はい、はいはい、で、かなり、まあ、かなりって言ったら変なんですが、ボーナスの期待値が結構高い演出となっておりますね。なるほど、ちょっとこれエヴァもなんか面白そうなとこですけど、どうしますかね。ちょっと一瞬エヴァ見ますか。そうですね、エヴァ見れるかな、角度的に厳しい、はい、角度的に厳しいけど、あー、エヴァ暴走してますね、完全に。これあー、なんか真似してますけどね、エヴァのね、はい、ドラえもん何弾いてんだよって言われてますけどねものすごい確率ですよね。いやー、すごいですね。お、ペカドローさん熱いんじゃないですか。シノブルーですね。激熱。熱い。あ、これ両方一気にあるんじゃないですか。いやー、いいですね。まあ、ただ一つ問題なのはペカドローさんの方の、はいはい、シノブのルーレットなんですが、まあ、全長ゲーム数がやはり売買チャンスもボーナスもございまして、はいはい、で、6ゲーム、確か6か7ですね。7ゲーム後にシノブのルーレットが入ったら確定に近いんですが、はい、まあ、今ちょっと確か5ゲームか4ですね。あ、なるほどですね。外れる可能性も十分にあります。期待するにはちょっとゲーム数が足りなかったということですね、はい、あ、大丈夫でした、入りました。 おめでとうございます。お月赤いですね。バイバイチャンス、やりました。さあ、見事バイバイチャンス、最初ね、ペカさんがこれなんか最大皆さん、あ、これボーナス確定しました。おお、いいですね。お、ここでもう一回行って鬼ならない、うん、鬼来ましたね。鬼は白奈々来ました。鬼は何ですか。鬼は白奈々が確定しますね。はあ、はあはあはあ、行っちゃってください、引き手を見つかってくださいよ。白奈々見れるか。ああ、ボーナスですね。ペカドローさん、そんなんあるんですね。もう限界だよ。ああ、45枚ですね。45枚の倍倍チャンス、5枚の9倍、さすがです。さあ、ちょっとね、コメントどんどん溜まってて申し訳ないし、どんどん読んでいきます、申し訳ありません。コメント優先でいきましょう。はい、体重何キロなって言われますが、乾さん何キロなんですか。あ、体重ですか。はい、
まあ、ちょっと3桁乗ってるかどうか怪しいぐらい、なるほど、ギリギリジュリにはヘビー級の可能性もあるということで ね、 そうですね、りますはい、ドラえもんどうしたってありますか、今エヴァ打ってます、バンワン、あれドラえもんがおかしい、いつもより真面目に聞いてるって、最初ちょっと、ね、真面目に話聞いてたんですけど、すぐね飽きて今エヴァ打ってます、はい、しかも暴走してるエヴァ打ってます、はい、はい、ドラえもんのケツムカつきますわ、プリケツやなーって、ドラちゃんドアにインキーしないようにね中身が店長、青たぬきって店長としてどう、やっぱりポンコツって言われてますが、乾さん、あのドラえもん店長は上司としてはどうなんですか、ポンコツって、もうそうですね、ちょ誰にポンコツ言うてるなんそれに対してちょっと僕コメントどう言っていいのか、もうすごい、どうなんですか、ポンコツなんですか、いやいやいや、もうすごい店長ですね、すごい店長、はい、具体的にはどうすごいんですか、あそうですね、まあ、はい、見た目通りなんですがアグレッシブ、見た目通りアグレッシブ攻め込んでいくスタイルということでね、はい、あ笑ってますね、これノーコメントが正解ですよ、めっちゃ笑ってますねドラえもんね、褒められて笑ってますね、めっちゃ、あ嬉しそうですね、見た目通りアグレッシブって褒めたのかどうかよくわかんないコメントですけど、めっちゃ喜んでますね、まあ、半々でしょうね、はい、あノリノリで打ってますけどね、素晴らしい点数です、せっかくならドラえもん化け物語打てばいいのに、バイバイでの事故見たいなってことでね、どうなんですかね、今エヴァ打ってますけどね、エヴァは酔い越しに関わるからマジでやめろ、わらわらわらって、はい当てろやってやってますね、絶対ドラちゃんのいる店舗行かねえって言われてますけどね、ほんまエヴァやめろって、早くって、かわいいドラさん、エヴァとかキューバーズとか設定変えても酔い越しできるだよ、やめとけよわらわらってやってますけどね、いいから木村一発ギャグ、なんか木村さんにギャグを要求するコメントが何個か来てますけど、あー煽ってますね、持ってますからね、はい、持ってる、まあ面白かったらやってやりますけどね、お面白かった、行動本来ね絶対やらないですね、なるほど、はい、ありがとうございます、要望は拒否していく、やっぱり彼女ができてからやっぱそうやって変わっていくんですね彼女ができるとそうやってボケもしなくなるんですか、守りに入ってますね、若干ね、おるよね、なんかメールとかも全然返さんくなる、はい、あーいますね、ちょっとね付き合い悪くなるやつね、そうですね、ペカドロさん、はい、スロットルのもそんくらい喋ってほしいですねありがとうございます、本当にそうですけど、ね、はい、はい、木村の上司がドラえもんって言われてるんですが、元上司ですよね、元上司ですね、はい、一応ね、はい、今東大阪店の店長で乾さんの上司なんですけども、もともと鶴見店の店長だったということで、はい、はい、ペカさんも、木村さんも、はい、全てこのね、ノリノリ店長、ドラえもん店長の下で、ね、教育を指導を受けてきたと、そうですね、はい、いうことになっております、はい、はい、エヴァの画面見せて、エヴァ画面見れるかな、ちょっとちっちゃく映ってますけどね、大阪にも鶴見あるの、横浜の鶴見じゃないのってありますが、大阪市鶴見区になっております、はい、今人的に嫌い、何の話ですかね、マジか、2人ともなでこだ、そうですね、エヴァ右にってことで、そうですね、大阪目にも鶴見あるんだね、ドラえもん何してるの、エヴァ打ってます、ドラえもんが音ゲーのごとくスローで遊んでる、木村ギャグやらんのって言ってますね、あかんやつだこのテンポって言われてますけど、いいのにせません、はい、これ終わっちゃいましたよ、はい、私、ああ終わっちゃいましたね、こっからの3ゲーム、あららりランプ光んのを待ちましょう、3ゲーム何が起きるんですか、そうですね、こちらでレア役、もう何でもいいんですが、レア役引いていただきましたら、この3ゲーム間で、はい、レア役を何か引けば戻ってくると、その通りです、何パーセントぐらいで引けるんでしょうか、そうですね、こればっかりはちょっと実践上の経験でしかないですけど、弾けるときはもうすごい簡単に弾けますね、カメラの前をさっそうと横切るのやめてもらっていいですか、ドラえもんさんね、自由ですね、はい、自由ですね、はい、完全に自由ですけどね、おー揃いましたね、また出した、おめでとうございます、ありがとうございます、まあでもペガドロさん何も弾けんくても10杯くらい引き戻しあるらしいですからね、あ、そうなんですか、はい、3ゲームで揃えられなくても、はい、頑張ってください、はい、ありがとうございます、ないですね、あるとか、まあ、ちなみになんですけど、これなんていう感じなんですかね、どんなゲーム性なんでしょう、あーゲーム性ですか、そうですね、質問が雑なんですけど大丈夫ですかもう初心者以下ですなんだ ART ってやつですか、これは、あーそうですね、まあ AT ですね、 ART じゃなく、あー何なんですかね、 AT と ART の違いそうですね、まさかそこ、そうですね、そっから、まあ手で分かる通り、まあ、ART と違って AT 最初からあのリプレイの確率が高くなっておりまして、はあ、そうですね、 AR をチャンス目、
ARP 何から説明したらいいのか。誰か助けてあげて、ゆうさんを。大丈夫です。はい、誰か助けてあげて、はい、うちのペカドロー人が困る質問するの得意ですからね。はい、助けてあげて、はい、もう無視してもらったら大丈夫ですよ。はい、まあ、AT と ART ね、あのアシストリプレイタイムとアシストタイムということで、リプレイをそこの中で、アシストしてくれるのか、もともとリプレイがねバンバン揃って AT で、ベル、子役をアシストしていくのかという感じの差ですかね。モードが何種類かあるみたいで、そうですね、今かなり熱いところに行きます。これでトレニー確定です。昇格しましたね。はい、ここからはもう約8分の1で引ける体重。さっきの画面と一緒ちゃいます。いや、とんでもない、こう取れって書いてあって、さらに高確率で出ます。わかりやすい。これ取れになったらどうなるんですか。そうですね、まず怪獣図柄がその画面、リードに止まる確率が非常に上がりまして、はいはい、で約、まあ、トータル8分の1、8分の1で、はい、リードに止まるようになりまして、はい、で仮にですが、その中一つの最低の、まあ、期待度なんですけど、それでも 50% で、おお、まあ、こちら売買チャンスがゲットできるという素晴らしい状態になってます。ということは、超バイバイにも入りやすい状態という感じでよろしいですか。そうですね、もうやっぱりバイバイからの超バイになってきますが、なるほどですね、はい、こちらも期待できます。転落率はと言われてますけども、転落率が、まずこちら、そうですね、10枚ベルとあとリプレイですね、リプレイの 9.36% だったと思いますね、確かそれで転落になっておりまして、もしくはゲーム数の方で、はいはい、まあ、転落がございまして、はい、まあ、今25ゲーム回しておりまして、トレ状態になってます、はい、でこれが内部の、まあ、モードが確か7つか8個、はい、まあ、ございまして、テーブルが、はい、結果だけ言うと30ゲームもしくは40ゲームまではトレが続きます。おー、なるほどですね、はい、逆にそれ以上にトレに滞在するようでしたら、かなりレアなテーブルに滞在している可能性が高いですね。あ、なるほど、じゃあ転落したあとでもまた入りやすいかもしれないってことですね。はい、うん、なるほど、頑張ってください。いや、鶴見でもね、前回化け物語やらせてもらった時に、はい、フリーズは弾けたんですけど、超バイバイだけ弾けなかったんですよね。そうですね、だからぜひともここで弾いていただきたいなと。フリーズ超バイバイを配信したところはないんちゃいますか。頑張りたいですね。超売買はないかもしれないですね。そうなんですね、はい、全然可能性ありますからね今、はい、ドラえもんさん情報なんですが、今こっちにプリケツ向けてなんか必死に書いてますね。何書いてるんですかね。なんか必死にたくさんページ使ってなんか書いてますけどね、多分近々動きがあるんじゃないでしょうか。ドラえもんの、誰かドラえもん蹴ってあげてって言われてますけどね。、はい、足が黒いとか言われてますけどね。お絵かき中、そうですね、お絵かき中ですね、なんか書いてます。そうですね、やっぱ中も外もあれで歩きますんでね、はい、はい、それは真っ黒になりますよ。そうですね、はい、靴をね、履いて真ん中の画面は触れるべきって言われてますけどね、どうですかね。今のところいいんじゃないですか。ドラえもんまさかの MO わらわらって腹見して犬さんかな、これ。あ、それ本気で言ってるんですかね。ですかね。犬、はい、さん話すならチャキチャキ喋ってもらっていいですか。映画、映画多いって言われますけど、突っ込まれてますね、はい、はい、頑張ってくださいね。頑張ります、はい、しましても多いって言われてますね、頑張ってください。喋りながら打つのって結構難しいと思うから頑張れ犬さん、ね、ありがとうございます、はい、頑張ってください。ください、はい、トネ中は下位1個で 50%、下位2個で 70% ということで、ああそうなんだ、お客様会員カードをお持ちでしょうか。これなんですかね。コンスタントに入りますね。それ、そうですね、真ん中の A 自体が下位図柄、間違いないですね。間違いない、うまいことです、はい、あ、56枚はい、はい、さあここからもあと7ゲーム期待して、はい、回していきましょう。そうですね、バイバイ入ってもまだトレいますからね。そうですね、あ、ほんでペカ泥棒さんも連続演出ですね。あ、いいですね。お、ペッチボタンも止まらなって3タップですよ。強いですね、ありがとうございます。犬さん、バイバイの回避ってどういう抽選って言われてるんですけども、はい、これはどういう仕様になってるんですかね。そうですね、まず保証ゲーム数がございまして、はい、はい、
朝放送ゲーム、最低、4ゲーム、はい、4ゲームか5ゲームまずございまして、あ、キリン、キリンでしたね、はい、まあ、そちら過ぎてからの、はい、あの約4分の1のリプレイでですね、はい、転落リプレイを引くまでひたすら続くっていうことになっておりまして、はい、でまたなんですけど、またその転落ゲームとは別に、はい、またあの AT 中から売買状態に入るために、はい、1回リプレイ実は揃ってまして、はい、入ってからですね、はい、でそのリプレイを引いた後に転落抽選が始まることになっておりまして、なるほど、でそれを引かない限りは少なくともリプレイ最初の1回は必ず回避するようになっております。なるほど、こっちでも、こっちも新しく動きあるみたいですね。はい、ドラえもんクイズですか今ドラえもんさんがね、はい、ドラえもんクイズということで、先週と違うところはどこでしょう。1メイク、2ポケット、3中の人ということで、さあ今皆さん回答出しますね。3、3、3、2、3、ポケット2、3、2、さあ正解は点点点、正解は、はい、さあ正解は何が違う。あ、なんか思い出しましたね。え？ちょい答えはドラえもん。ドラえもん。おい自由すぎるだろ。答えは？あの人にとってクイズって何なんですかね。どっか行ったよ本当に。マジでどっか。いやいやいや、モヤモヤだけ残りますよ。マジで。気になりすぎて眠れねえって言われてるけど、本当にどっか行った。だけっぱなし。いやでも3だけないことは確かですよ。え、あんな人2人もいたら大変ですからね。いやーどうなんですかね、はい、クイズがメイズになりやがった。帰ったわらわら。いや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 、本当に自由すぎって言われてますけどね。あ、何ですか。え、何がメイク、ポケット、本人、中の人、何が違うんですかね。自由ってこういうことなんやなって言われてますけどね。あ、知りましたか。自由を知りましたか、この動画で初めて。ありがとうございます。それがね、うちの動画の趣旨です。そうですね、はい、びっくりしましたね。まあ、一番びっくりしたのはこっちですけどね。そうですね、はい、本当にどっか行ったんです、ね、なんかいないですね本当に。え、問題は分かったんですか。答えは分かったんですか。分かんないです、ね、分からないですよ。はい、はい、かといって僕らも別に探しに行かないです。なぜならいないからです。おそらく本当にいないです。ああ、どっか行っちゃいましたね本当に、ね、はい、はい、メイクでいい。あ、よくメイクでいいんちゃいます。メイクなんですかね、うん、メイクでいいと思う。よくわかんないですけどね。じゃあちょっとその間にコメントどんどん読んでいきますね。はい、お願いします。いろいろつぶしはあかんで、それアルバイト打てるの知ってる子に打ってほしいなということでね。アルバイトさんも機会があればもしね参加していただければと思うんですけど、ね、今のところ一応ねスタッフさん社員さんでね、はい、番組の方させていただいております。はい、はい、ほんまのこと言えよ。これ何ですかね、ドラえもんやりすぎ。松浦さん完全に声直ったと思ったけどたまにガラガラになるねって。そうなんですよ、申し訳ないです。笑ってるわ、俺は好きやで、ドラえもん笑ってまーすって、太田、木村彼女いるんって言われてます。彼女できたということですね。はい、ありがとうございます。はい、犬彼女いるんって言われてますが、いるんですか彼女。彼女、それはシークレットです。おっと、シークレットということで。そろいましたね、そして来ましたね、はい、あ、3面会来ましたね。はい、まさかそれじゃないのに揃うと思わなかったです、ね、素晴らしい。はい、お願いします。バイバイチャンスが確定する。バイバイチャンスですね。セフレイテルン爆笑、オール爆笑。なんかやめてください。あれオカルト店長はって言われてますが、オカルト店長今日はお仕事の都合で。そうですね、はい、何かしらスイーツ作ってるとのことなんですけど。あ、なるほど、今日も、はい、今日もスイーツをね。そうですね、バレンタイン関係ないみたいですね。せっせと作ってるということになってますね。はい、二股してる、夕方からのコーヒーワゴンと爆笑。何の話。犬とワゴン、すいません。ドラえもんと来たみたい。ハリセンボンとハルカ、何の話ですか。ハルカと犬、田中とピラニア、意味が分かんないですよ、ね、本当にパッチャの店員かよな。いい、ね、はよ、いえや、何よ、パッチしか打たないんだけどスローの魅力って何って言われてますが、乾さん、はい、パチンコしか打たない方にスロットの魅力、まあ、化け物語を含めて魅力を語ってあげていただければと思うんですが。そうですね、やっぱりスロットって一番楽しいのが、はい、まあ、ボタンがあって自分でリードを、まあ、レバーをオンして、はい、でボタンを止めて図柄を揃えるっていう楽しみが一番強いんじゃないかなっていうのがありますね、パチンコとか。そこが楽しい部分と、はい、いうことですかね。なるほどですね、はい、なるほど、分かったような分からないようなコメントどうもありがとうございます。自分の意思で、はい、自分の意思で抽選ができる点やって言いたいんですよね。あ、そうです、その通りです。ありがとうございます。なるほど、なるほど、
まあまあね、パチンコはね、こう球が入るか入らないかみたいな部分ですからね、はい、はい、スロットの部分に関してはメダルを入れてレバーを押すと必ず1回抽選を受けることができるという部分ですかね、はい、さあ91枚、はい、91枚、まあでもコンスタントに乗せますね。残り枚数何枚になってますか。残り枚数が340枚の現在400枚確定です。おー、ということで、まあ、700枚ぐらいかは確定ということですね。トレいいぞこれ、トレって何、トレコメントを読むラグ多すぎに寄せません。ふむふむ、トレ来た、転落率はって、ドラえもんのケツって、トレトレ率はありがとうございます、ケツ早打てやってことでね。ここで5回バイバイストックして残り2000ゲームまで一気にいったってことで、いやーそういう、すごいですね、ハマるパターンはね、結構ハマるパターンっていうか、こう出るパターンはね、そんな感じ なのかもしれないですけどね。レズの人が、おーすごい、レズの人じゃねえ、レズの人が、レズの人、ユリの人がそうですね、はい、カンパルですね、全部ですね、全部確定ですか、全部ユリですね、すごい、ユリ確定ですね、ユリ確定です、ユリ確定ですね、確定、ピカドロロがユリ確定しました。それまたいろいろ話がおかしくなってきますよね。なんだこのドラえもんのスウェーデン、ドラえもんどうしたって、犬がだらだら喋るからコメント読むのを送れるんだ、そんなことないですよ、すいません、松永さんも映してくださいよ、はい、映ります、真ん中、真ん中のとこは触れるべき、ドラえもんまさかの絵も腹見して、犬さんの腹が見たいのかなこれね、結構数多いですね、そうですね、はい、はい、いやもうそんな見せていい、そんないいもんなんですかね。いや僕の主観ですけど、はい、ダメだと思います、ダメ、はい、見せなくていい、じゃあなしで、はい、はい、あ戻ってきましたねドラえもん、おかえりなさいませ、はい、ドラえもん答えはさっきの、もうさっきの問題の答えは、はい、おポケット、あポッケ、ポッケだと、ポッケ、ポッケが何が違うの、あなんかでかくなってるポッケ本当だ、マジで分かんなかった、誰が分かるんですかそれ、ポケでかくなってるよ、ポケ作り直したんですか、作り直した、昔はなんか T シャツを切ったような感じだったんですけど、そうそうそう、ヨレヨレのポケだったんですけど、なんかでかくなってる、なんかまるで作られた、はい、はい、おうおう、俺嫁、嫁、うん、俺の嫁が、あミシンで、ああミシンでね、あ作ってくれたと、あドラえもんの嫁がミシンで作ってくれたということで、ああなるほどね、新型のポケットになってますね、はい、4次元ポケット、あ確かになんかクオリティ上がってる、確かにクオリティ上がって内容量とかも増えるんですけども、そう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 、中身何も変わってないんです、中身何入ってるんですか、はい、えおドラえもんポーチいつものドラえもんポーチが入ってる、いやできたなら入れろ、なるほどね、あなんか何が入ってるんですかね、ポーチの中に何入ってるんですか、タバコかよ、やめてやめて、マルコロダメダメ、タバコはやめて、タバコはダメだよ、はい、夢壊すからね嫁さんに迷惑かけるなよって言われてますけど、ね、あどっか行っちゃいましたね、またね、原作でも見たことないでしょ、帰ってきましたね颯爽と消えてきましたね、なんでわざわざから4次元からマルコロ出すんですか、いやーびっくりしましたね、誰も得しないクイズ、嫁これ見てるのか、優しいね嫁がシュレッダーにかけて古いポケットを切り裂いた、そうですね、女子に言ってほしいわ、あ女子にね言ってほしいですけどね、微笑ましい話やな、それかーい、かわいい、嫁さんに迷惑かけるなよって言われてますけどね、どうでしょうかね、そうですね、はい、お嫁さんもどういう気持ちで作ったんでしょうかね、いや優しいですけどね、まあ、まあ、そうこう言ってる間にペコ泥棒さんも、ハッピータイム入ってますね、はい、全員ユリやったんで、あなるほどですね、あれもじゃあ確定ってことなんですかね、そうですね、非常にもうあのハッピータイムまで期待が高かったですね、秋山ちょっと確定かって言われましたら濃厚ぐらいのレベルで、なるほど、はい、でもあまりその倍々に入らなければなんか悲しいですね、ですね、もう150枚勝て抜け何回あるか、まあ、でもそれでもやっぱり最後の3ゲーム引き戻しがすごい熱くなるポイントなんで、この下に萌えって書いてるのは今普通状態ってことですか、そうですね、まあ、通常状態に非常に引き越しい状態です、なかなかでも乗ってくれない、まあ、正直言ったらその生活状態と通常状態の萌え状態がほとんど変わらないっていう、あそうなんですか、それだけ別格でそれ以外はそこまでじゃないっていう、なるほどですね、そうですね、まあ、でもこの状態で引くんがペカ泥棒ですよ、
残り3枚残り3枚あと1回ぐらいどうでしょうかあと1回ぐらい150枚単発するのような匂いがしますが狙え狙え、ねなえこれはどうだあー止まらないいやここからですよこの3ゲームが一番楽しいところですからねそうですねもうやっぱここを体験するために化け物は打つものですねはいさあ引き戻しですね頑張りますはいこれジャクチェリーとかでも引き戻しますからねですね、もうジャックチェリー、まあ、他の台も含めたんですけど本当ジャックチェリーが活躍する台になってきますかねこの台次の目あーペカトロさんラストどうでしょうかここで待ってくれ言うてヒロインの名前言うたらまたあのチャンスアップみたいになってますああ残念うーんまあ大好きな終了ですねまあでも学習塾ですからまだありますよ頑張ってくださいはいすいませんじゃあねどんどん読んでいきます、手袋してスロットするほどメダル行きたないのかいやいやあのドラえもんなんのに一応手が白いってやつキャラクターですけどねあお犬さんいいね、なぜこに腹パンしたいダメダメそうなんですよねスロットの魅力、勉強したら勝率に関わるパッチは確実に確率は一定だから釘次第になるああなるほどねソロの魅力はソロの魅力は5000枚まで確定とかできるけどパッチは2万5000発出るまでの確定とかできないからなってことであなるほどあスロットで5000枚確定って何どういうあれですか馬のせいで1000ゲーム乗せたとかそういうことですかそうですねやはりそういうことをおっしゃられてるまあでもこの化け物あたりもネットで見たんですけどあの売買で5000枚いったとか結構ありますから ねなるほどまあ、あとはねそれを消化していけば確実に5000枚ゲットみたいなね状況は確かにあるのかなって感じですね木村一発ギャグやれ大直当たり東大阪店の番による一番若いあの男の子に打ってほしいバイトのってことああそうなんだ大直当たり、ポッケ何入ってるのってことでねポッケタバコ出てきましたけどねはいびっくりしましたけどね女子に打ってほしいわああそうですねほほ笑ましい話やなそれか嫁さんに迷惑かけるなよってことでとこまたどっか今行きましたけどタバコ吸ってんのかな、ね、もしかしたら喫煙タイムかもしれないですねどっか行っちゃいましたけどねそうですね映さない方がいいですねはい子供の夢が夢ぶっ壊したコンドーム、はい、取り違い一発ギャグやれよってありますけどペカさんペカさんの本名を知ってる方が一発ギャグやれとか言ってますけどうるさい怒ってます怒ってますね怒ってますよででででででってなんだこれ丸ボロノブヨボイスちょっとすいませんよくわかんないですね、でもパスロもあパッチもスロも確定演出ってないんでしょ確定って作ったらいけないって言われてなかったっけってことでそうですねそうなんですかはい 100% っていうのはあのなんかちょびりちょびり言うてますけどおーバイバイチャンスですねありがとうございますありがとうございますありがとうございます作っちゃダメってわけじゃないんですけど公表してはいけないだったかなでもなんかスロットで確定っていうのはありますけどね水のように優しく花のように何これバジリスク打ってんのかなそうですねはい、あかんでコメント読まないのどんどん読んでいきます 99.99% が最高やでってあそうなんだああほぼ、はい、確定と、確定演出がないっていうけどレインボーで当たらないことなんてあったら回収じゃねえのっていうことでまあ確かにねまあさまざまな他いろいろ天才とか地震とかありますから、ねはい、そうですねそういうのも含めてってことなのかもしれないですけど、ね、このように絶対はない的なところなんですよ、ね、はい、いいこと言った日暮らしの悪口はやめろってあカラフル柄、はい、それはバグやから仕方ないで終わらせられるよあ確かにね木村がギャグやらないならペカ泥棒がやるしかないまあそうですね、はい、サムとかでハズレとか見てみたいけどな逆にってことでねいやサムハズレとかよく都市伝説的にね言われたりしますけどねでもよく聞きますよサムハズレ、はい、いやでも見たことないです俺もまあ確かに聞くことばっかりですはい見てみたいですけどねどういう絵面になるんですかね、はい、いやでもいいですねいい偽前さん全然バイバイチャンスが抜けない来てますねこれ今 6×29 ですねいいですねそこでやはりタイゾロイ来てほしいですねタイゾロイからの超バイバイチャンスそうですね鉄板の確率はデューイが叫んでるけどってことでエウレカのデューイが鉄板って叫ぶやつは何パーとかなんですかねあれねああ残念 6×31 倍186枚おめでとうございますすごい186枚ありがとうございますありがとうございます
エルコの順位のやつですね。はい、まあでもあれ別に結構あるですよ。鉄板なだけであって確定ではないということですかね。まあ、何パーぐらい言ってませんね。数字のちょっと数字は分かんないですけどね。 B フラ外れたよってことで、 B フラで外れるんだ、それちょっと辛いですね。アミババがあるんだよなってことで、あ、なんかそれはなんかよく聞きますよね。それもね、アミババがありますね。北斗の救世主、はい、アミバ出たのに外れたとかね。あったですね、キョーベルから外れるやつですね。うわ、直撃バイバイ、おー、おめでとうございます。すみません、ようやくバイバイ入れさせていただきました。おめでとうございます。頑張ります。お願いします。これ最後何枚ぐらいなんですかね。もう5枚、まあ基本5枚で5枚、はい、はい、5枚10枚だったら非常に嬉しい。これ何も狙わなくていいんですね、バイバイチャンス中は。はい、はい、頑張ります。超バイバイ行きたいねってことでね。超バイバイ見たいですよね。バイバイ中に何かを引いて超バイバイに行くんですか。はい、そうですね、はい、はあはあはあ、一般的な引き方はそうですね、買い揃いの 20%、 買い揃い自体がすごい売買中に引きやすくなってますんで、はい、もうぜひ引いていただきたいです。そうですね、今 6×4、 はい、ペコトさん、なんかこれアイコンいいですね、並びが変換も多いですし。Pフラは機械の故障でなるんじゃなかったっけって言われてますけどね、どうなんですかね。ジャンボ尾崎のパチでキュイーンってなったのに外れたよって。ジャンボ尾崎のパチンコ、なんか昔あったような気がします。それ7枚 ×4 枚、ちょっともろいやつですね。何なんですかね、ちょっと俺全然覚えてないですけどね。たわいもない、おお、回避、燃え尽き燃え尽きばっかり言われるんですけど、やばい、あ、これやばい、荒井さんここまで、おお、誰だと思ってるの。ペコトモさん、いいですよ、燃え尽きなかったです、素晴らしい。今 7×6 です。6ドンドンドン、平和のパトランプ保留がキュインってならないときは確定じゃないって最近知った。ああ、そうですね、紛らしいやつね、いろいろありますけどもね。ああ、はい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 、はい、ありますね。 YouTube で海で縦に4揃ってるけどボーナスに移行しないでずっとサメが動いてる動画ならあるね。あ、動画、へえ、貝図柄が揃うと超バイバイに行く可能性があると。ありますね、まあ、漏れなくエクストラサービスもついてくるんで。そうですね、え、ちょっと待って、さあ来るか、来るか、ここやったらかなりきつい、いやー、あー、惜しい。まあまあでも2個でもまあ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 、はい、8×8、 また光りました、荒良木さんが。ジャンボはぎじるたびにキュインになるからな。そうなんだ、へえ、そういうゲーム性なんだ、全然わかんないですよね。面白いですね。東大阪キコーナでエヴァハニカミ柄金カットイン飛んだ、え、マジでハニカミ柄ってなんだっけ。おお、できた、ちょっと喜んだわ。このマックスベッドで超バイバイ入るかどうか知らない。まだエクストラもね、ペガドローさんの引き当てありますよですね。これを伸ばしてほしいです。マックスベッド、はい、お願いします。いや、そっちじゃない、いいね、いいね、継続率管理ですよ、いっちゃってください。2倍だけですか、まだまだ、お、2倍です。単発終了ですか、え、マジでなかなかないですよ。単発終了、ひどい、あっちゃー、この引きはひどい。今 8×16。 すげー無駄引き、いや、ほんまです、普通あれで止まらん止まらんな、なるところですよ。わっちゃー、そうなんだ。 8×19、 燃え尽き注意、たわいもない、いや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 、燃え尽きだー。あー、152倍、微妙ですね。ちょっと前まで見せることはできなかったですけれども、いやー、あと一歩、素晴らしかったですね。いやー、でもちょっと今のは辛い感じですね。見せ場まで盗んでどうすんのよペカ泥棒って言われてます、ね、あ、うまいこと言いますね、はい、ありがとうございます。ゼロゲーム連かーって言われてね、そうですけどね、来たーって言われてますが、うん、残念ということでね、揃ったんですけどね。そうですね、惜しかったです。まさか単発、そういう時もあるんですね。そういう時もあるみたいですね。僕は初めて見ました。ないと、はあ、萌え。ちなみに4揃ってるけどコメントではその後外れず柄と同じ判定で何もなく回ったらしい。へー、あー、さっきの海のやつですね。あ、海の話ですね。へー、なるほど、よく動画撮ってましたよね。いや、すごいですね。
最後の保留でハンドルに当たってハンドル触らずにそのままパンクさせたらそうなるよって今言われてますけど。あ、そうなんですね。どうなんですかね、海そうなるんですかね、よくわかんないですよね。まあ、なんか確定とはね、やっぱりメーカーさんとかも言いにくいみたいな部分はあるみたいですからね。そうですね、はい、結構誤解招いたりしますからね。そうですね、まあ、コレクシとかのね情報とかも微妙に間違ってたりとか結構ありますからね。そうですね、はい。あ、ポカタボさん連続エース行くか。いや、残念残念ありがとうございます。ドラえもんさんどこ行ったんですかね。ドラえもんさんなんかまた、ドラえもんさん、あの先週も思ったんですけど、はい、ちょっと売ってるんで、はい、活躍が見れないんですよね。そうですね、いや、なんか見てないとこでネタしてたらあれだなと思って今探してるんですけど、なんかやってますかね、大丈夫ですかね本当にいないんですね。本当にいないですね。まあ、ネタしてるかタバコ吸ってるかどっちかですからね。そうですね、はい、絶対タバコ吸ってませんよ。あ、どうされました。あ、次回予告、ね、次回予告しました。まあ、中断ベルなんで 49.5% でしたかね、確か。なるほど。倍倍がよ、倍倍もしくはまあ少ないですけど、ボーナスも可能性も。なるほど。赤色人形ですね。おっと、赤、赤色待っててからの、あ、来ましたね。お、あ、タイガー赤いですね。赤いですね。チャンスアップです。わーし、ブルーレット、おー、来ました。しのぶちゃん行っちゃってください。バイバイ、行ってきます。お、おー、バイバイ、おめでとうございます。おめでとうございます。ありがとうございます。初期ゲーム、あ、10枚おー、すごい、でかい、来ました。こっからですね、問題は2倍と3倍しかないっていう。あ、ちょっとアイコンが悪いですね。はい、まあ、そこは持ち前の引きで行っちゃってくださいよ。任せてください。こっからですよ、勝負はこっからですよ。超バイバイを、超バイバイ出してみます。見せなければ、ね、超バイバイ見たいですけどね、どうでしょうかね、うん、いやでもこれ10倍スタートでも、10枚スタートもかなりなかなかレアなんじゃないですか。はい、50枚さえもかなりレアになっておりまして。そうですよね、すごい、はい、嬉しいですね。さあ、もう一回注意、どうだ。おー、鉄壁危ないですね。もう今11倍ですけど、もうこの時点で110枚ですからね。はい、もうこれはいいですね。いいですね、はい、いい感じですね。見せ場だけ本当に欲しいですね。まず100枚が確定してる。 95% が5枚、5% が10枚ということで、いやじゃあ 5% の薄いところを引いたということですね、はい、さあ16倍まで来ましたね、はい、さあ燃え尽き注意、どうする、大丈夫ですか。ダメだ、回避はできない。160枚、はい、はい、16倍で160枚ですからね。そうですね、ちょっと今さっきほど、まあ、ちょっと前に普通にスルーしてた情報になるんですが、残りあの下2桁が UG 数90ゲームの時に第3天使でシノブロメのカ カットインが入りまして、はい、おめでとうございます。まあ、バイバイ来ました、はい、非常にあのレアなモードに、一番レアなモードにいる可能性が高いとなっておりますね。なるほど、はい、設定差が非常にあるところの鉄壁と回避の違いはって言われてますが、さっき言ったね、燃え尽き注意で鉄壁と出たのと、はい、まあ、普通の回避の違いって何かあるんですか。そうですね、まあ、内部的な基本、回避と鉄壁の、まあ、違いはほとんどないんですが、はい、まあ、やっぱり単純に楽しいですね。まあ、僕は鉄壁の方が好きですね。僕も鉄壁が好きですね。うん、単純に楽しいって、あの特に違いはないということで。誰だと思ってるの。はい、ああ、なるほど。まあ、ただ楽しい。楽しいということで。はい、ああ、なるほど。あ、鉄壁だと安心感があるみたいな感じですかね。今5×10。どうせ夢壊しのタバコ吸ってるんでしょって言われましたね。ドラちゃんどういう、どうしたんですかね。ドラえもん捜索願いだ。木村彼女と何ヶ月って言われてるんですが。何ヶ月ですか。いや普通に1ヶ月ちょいぐらいですよ、全然まだ1ヶ月ちょいぐらい、はい、付き合ってばっかりですよ。なるほど、付き合ったばっかりということでね、ラブラブ状態になっております、はい、はい、ありがとうございます。
4次元ポケットこっちで差し押さえとこうよ。あ、そうですね、4次元ポケット奪い取っときますかね、やっぱりね、大勝負だ、はい、なんでか、ちなみに4ぞろいの海の4ぞろいは海の前の赤アグネスだが、パンクなんて狙ってできるんだ、知らなかった。って、そうですね、91枚でした、バイバイ。いやでもまだ2連で、あああるー、おー、いやさっきの布石でやったのか、バイバイ、これ。あ、素晴らしい、5枚です。あ、いやでもこれ一番バイバイというか、まあ AT やってて面白い瞬間ですよ。タオバイバイでしたっけ。いけますよこれ、タオバイバイか、タオバイバイとか懐かしいですけどね、はい、なんで見るから滑り見たのかわかんないですか、はい、タオバイバイじゃないですか、タオバイバイか、タオバイバイですか、最高だな、はい、ありがとうございます。薄いところ審議、それ土曜だから、はい、土曜です。放送してる人で化け物の原作知ってる人いるのかって言われたんですが、ペカさん化け物全部見たということで。見ました見ました。お、どうでした感想としては。なんかあの楽しいですよねこいつ、こうまあなんか楽しい、かいかい言うて、はいね、妖怪みたいな感じ。いや、ひどい感想ですけどね。いや、まあ、本当に見たんですかね。いや、ほんまにね、いつも何も調べてこないんで、はい、あの制作会社の、はいはい、特徴がやっぱり色濃く出た作品だなと。お、制作会社はどこなんですか。 6×17 ですけど今完全に話をはぐらかしましたけどね、薄い感想だなって言われますけどね。本当にね、ここで喋らないなら、はい、なぜ見てきたと。見てないんじゃないの、見てないんじゃないの、見ましたって言われてますけど。全部見ましたよ。え、知らないなら見てないでいいのよって言われてますけどね。知ってる知ってる。え、本当に、はい、本当に知ってるんで。全然知ってる人の感想じゃなかったですけどね。やっぱあれですよね、あの、はい、みんな悩むことですよね。みんな悩むこと、その過去の傷だったり、まあ、はい、自分のこう打ち明けれない部分であったりね、はい、うん、無理しなくていいんだぜって言われてますけどね今どこのポジションで喋ってるんですか。よかったな、あ、しみじみしてますけどね。どうなんでしょうかね。やっぱりその、はい、まあ、いろんな家庭環境があったりしますからね。あ、デモ画面見ただけで喋れるレベルの話しかしてないですけどね大丈夫でしょうかね。大丈夫か、映画泥棒ってやってますけどね。いや、ほんまね、裏でね、はい、原作全部見てきた言うて、はい、目輝かずに喋ってたんですよね。あ、そうですか、はい、僕はその時あのスロット打てようと思ったんですけど。いや、ほんとそうですね。今回違うな思ったんですけど、やっぱり一緒でしたね。全然一緒ですね。よし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 、来たぞ、盛り上げてきたぞ。フリーズか中世引いたら明日行くって言われてますけどね。いや、その辺頑張ってください。フリーズはいつでも引けるんですか、はい、どんな状態でも。あ、どんな状態でも。そうですね、まあ正しく言うとボーナス中は引けないですけど、それ以外になりましたら、そうですね、あとバイバイ中も無理ですね。あ、はい、それ以外はいつでもチャンスが。フリーズと中段チャレンジの確率ってどれくらいかとかって分かりますか。あ、そうですね、まあ、フリーズちょっと若干設定差がございますが、まあ、はい、まあ、約1万6000分の1フラグ、1万6000分の1、はい、はい、で6万5000分の1フラグが中段チャレンジです、ね、はい、なるほど。あ、じゃあ中段チャレンジの方がレアなんですね。そうですね、ただ音程は非常に低くて、はい、やっぱ弾くんなら他の台で弾いとてよっていう。なるほどで、前回の配信でもね、木村さんフリーズ引いたんですけど、あれ何枚ぐらい、500枚ぐらいしか出なかったんじゃなかったでしたっけ。あれ800枚です。あ、800枚でしたね、はい、はい、非常に残念な感じでしたけどね。そうですね、もっと威力高いはずなんですけどね、はい、そうですね、全然、あ、フリーズでこんなもんなんだみたいなね、反応が多かったですけど。そうですね、はい、うん、まあね、今ゴッド、人気のゴッドとかね、フリーズ引くとね、結構えげつないことになるとかっていう感じですけどね、はいはい、それに比べれば若干寂しい感じなのかなっていう気がしますね。まあでもその分化け物語は通常のね、安定感とかありますから。なるほど、アニメの面白さとね、はい、そうですね、アニメの面白さと見てないやつが言ってますけどね、大丈夫ですか。今550枚を超えたところで。おー、出ますね。残りは180枚。こちらが今1090枚の残りが110枚。え、ずっと続いてるんですね、そっちも。はい、もうずっと続いてますね。超バイバイを引かなければ、はい、今日は終われない。やっぱ同一設定でも同じあれですね、展開違うんですね、やっぱり。そうですね、全然違いますね。
オッツ、おー、化け物語かーということで、どうもこんばんは、最後まで見てくれてください。はい、薄い感想だな、失礼感じました。見てないんじゃないのって、あ、多分見てないと思いますね。知らないなら見てないでいいのよ、無理しなくていいんだぜ、映画泥棒。いやー、はい、ドラちゃん映ったって、ドラちゃんね、一瞬どっか映ってどっか行っちゃいましたけどね。はい、はい、基盤をショートさせたらフリーズするかもしれないから、フリーズさせとこう、物理的って言われてますけどね。壊れるから、はい、これちゃんとね、営業中のちゃんと使ってるお店の機械で仕出してるんでね。そうですね、はい、壊さないようにね、やってくださいよ。本当、化け物って中世の恩恵弱めだよね。通常時は AT 覚醒だけだっけということで。そうですね、通常時一応 AT の後にバイバイチャンスが1個続いてくるんですが、はい、あ、なるほど、あ、書かれてますね。通常時は AT プラスバイバイじゃない、引いた時そうだったということでね。あ、じゃあ恩恵天井と一緒なんですね。そうですね、天井と一緒の恩恵だった。あ、なるほど。いや、6万分の1で、ハッピータイムと AT とバイバイ1個だけ。いやー、相当悲しい感じですけどね。そうだったか、何せを引けない割に爆裂取る側にならん、なんないよねってことで。そうですね、むしろ中段チェリーよりもこちらの方の8000分の1フラグの下段ベルですね、3枚ベル、はいはい、あちらのフィー4を引いた方がずっと恩恵はでかいですね。なるほど。ちなみにその恩恵は何なんですか。そうですね、まあ、通常時でしたら怪獣連モード確定プラス怪獣連が1個ついてきて、はいはい、また怪獣連モードの方がまあ引くときによるんですけど、かなり優遇されておりまして、はい、まあ、通常時というか特に怪獣連中とかに引いてしまうと、だいぶそうですね、この化け物語の出玉を出すときの王道的なパターンの一つに当てはまるように、ずっと怪獣連が続くっていう状態になってきます。なるほど。逆に AT 中に引いてしまったら本当にバイバイがついてくるだけなんで、だいぶ薄いんですが。じゃあぜひ中段、あ、じゃあ下段ベルは通常時に引いた方がいいという感じですかね。通常時、え、それが8000分の1ぐらいですか。はい、8192分の1。なるほど。俺は通常時中段からの売買で1000枚乗って5万円だったということで。ああ、なるほど、まあそういう状況もあるということですかね。個人的に天井恩恵はグラップラーバキが気になる。でも途中からじゃないと狙いたくもないがとかで、グラップラーバキの天井恩恵って何でしたっけ。俺全然わかんないんですけど、確か 80% 以上の継続ループの ARP が確定ですね。おお、なるほど、それは美味しい感じですね、なかなかね。そうですね、はい。天井、バッキーの天井ってどれくらいなんですか。ちょっと自信がないですが、確か1200から1400ぐらいになったはずですね。あ、なるほど、それぐらいということでね、はい。さあ、なんかあ、ピカドも忍ぶ来ましたね。来ました、応援期待したいです。あるか、お、忍ぶちゃん暇だからスロットの下パネルの絵を描いた。おうおう、何の絵描いたんだ。はい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 、はい、自由を。ああ、なるほどですね。なるほどですね。獣王じゃない、それ間違ってるから。獣王だからそれ。間違えてますし、はい、あの化け物語売ってるんで化け物語来るかなと思ったら。化け書いてもらっていいですか、せめて。好きな台書いちゃいましたね。はい。クオリティ高いな。え、なんで？終わっちゃいますね。終わっちゃいました。ええ、2000万台。私がドラなんです。奪われた鈴。いや、おそらくカメラ映ってるんで。鈴バージョン。私がドラなんです、奪われた鈴バー、運命の3ゲーム、あー知らんがな。座布団1枚って言われてます。次、はい、これで引ければなしです。あー、引き戻しはなし、はい、あ、まだ書いた。変、ドラの剣、それ変って何。あー、なるほどですね。え、北斗のパロディ的な。何してるんですか。何何、あ、北斗、あ、北斗転生の天ね。あ、すみません、超分かりづらいんですけどそれ。なんでかっていうと、ちょっとドラえもんのクオリティがちょっとだけ高かったの。740ということで全く分かりづらいって言われてますけど、了解。あ、駆け回ってますけどね、嬉しかったんでしょうかね、ドラえもんね。はい、無邪気ですね。あ、めっちゃ走ってますね。めちゃめちゃ遠くまで走ってますね。あ、めっちゃ走ってますね。え、でもこれ引けるんですか。
当に。なんなん？いやどっか行っちゃいましたね。やっぱ気合を入れてレバーオンして、あらランプが光った時が一番嬉しいですね。そんな。あ、二人とも通常モードだったんですね今。終了ですね。いやでもそろそろやっぱ通常時も見せとかないとね、やっぱり気になりますね。あ、会議できますよ。会議ですね。あるんじゃないですか。これでもすぐやめていいやつなんですかね。そうですね、かまあそうですね、人によって立ち回りは違うんですが、おすすめなのは必ずその抜けた後50ゲームは回してほしいですね。50ゲームか。はい、怪獣連の降格状態になりますので。あ、なるほどですね。まだおる可能性があるってことですね。怪獣の儀が連続することね。またこちらの最初の50ゲームの時に怪獣連に怪獣の儀にどうにか入れてもありましたら続く可能性がございますんで。なるほど、ぜひ打ってほしいですね。化け物語と聞いてきました。どうもありがとうございます。いつになったら一発ギャグやってくれるのということでね、お客様の要望には完全に応えていかないスタイル。そうですね、はい、はい、なってますね。鉄壁で守っていきますね。はい、怪獣に比べるものがなか、90%だよってこと。あ、これバキですかね。ボーナス &ART 間1280ゲームで天井、全長を経て 90% 継続の ART に突入ということで。詳しいですね。すごい強力な恩恵があるんですかね。バキ、バキユーザーいらっしゃるんですね。はい、あ、ドラえもん帰ってきますね、なんか。はい。お。お。メダル持っていきましたね。メダルパクっていっちゃいましたね。はい、一箱ね。あ、またその遠いところで打つんですか。おっと、バキ打つ気ですね。バキを打ってますね。あー、やっぱユーザーさんの声を拾ってくるんですね。今のバキ情報を得てね。はい、おー、なるほど、いい情報だということで、今バキ打ち始めましたね。じゃあさっきのエヴァは何だったんだと。これでも、バキ1280ゲームまであと何ゲームぐらいあるのか、ちょっと木村さん見てきてもらってもいいですか。1280ゲーム、はい、いやいや、でもさすがに近いところじゃ。今スタート100回ってなってますね。あと1180ゲームぐらい。そうですね、回さないといけないということで。はい、まあ、僕からお知らせするならば、はい、この後天井は行きません。そうですね、はい、確実に天井には行かないですね。そうですね、多分無理ですね。はい、大丈夫です。はい。いやバキ情報を得てね、今必死にバキ打ってますけどね、はい、自由ですね。いや、それもこれも化け物語ですよ。もう一発入れちゃってください。そうですね、まあ、一応ね、両方とも今通常になりましたんで、はい、あ、でも2000枚さんの方は怪獣の儀入ってますね、はい、入ってますね、はい、あ、継続しました。継続するんですか。まあ、ヒロインじゃないのに一人で継続、これはもしかしたら無限の可能性が。お、あ、ありますね、はい、無限バージョンもあるんですね。35は無限でしたっけ。そうですね、30は無限で。あ、俺楽しみですね。はい、見せ場多い方がいいですかね。ペガドロボさんなんか引いてもらって早く。はい。あ、あの迷いちゃんが噛みました。あ、なるほど、迷いちゃんが噛んだ。なるほど、結構ありますね。あると思います。化け物はとりあえず力の入れどころが分かりやすくて好き。ラスト3ゲームと怪獣の引きが良ければ勝てる。あ、そうですね。そこだけを力入れた、期待笑、座布団1枚、うめえ、面白い、分かりづらいよ、分かりづらいってありますけど、さっきの天は分かりづらかったですね、確かにね。はい、なるほど、分からん。ドラえもんかわいいな。木村さん、部屋が片付けられなくて困ってるんですが、アドバイスくださいということで。まあ、なるほどですね。はい、まずね、捨てるべきですね。はい、はい、目の前にあるものを捨てていってください。なるほど、はい、ほんなら勝手に片付きますんで。目の前にあるものを捨てる。そうですね、はい、あ、 目についたもの全部捨てればいいよ。そうですね、はい、あの迷ってるんで汚くなるんで。なるほど、はい、まずそのテーブルを捨てるべきですね。なるほど、はい、確かに、まあ正論ではあるんですけどね、なんかね。エヴァ暴走のまま終えたのドラえもんって言われますが、エヴァ暴走どうなってるんですか。エヴァはどうなったんですか。暴走してる、暴走してますね。暴走してる、まだ暴走のままということで。暴走当たり引けなかったんだ。引けなかったということらしいですね。はい、ドラえもんまた何かやってるって。今グラップラーバキ打ってます。グラップラーバキは東大阪店は1台ですかね、導入バラエティーにやるんですね。バラエティー1台ですね、はい、なってますね。私はでも50ゲームをいつの間にか過ぎてました。そうですね、イヌイって言われてますけどね、頑張ってくださいね、イヌイさんね。頑張ってください。まだまだ怪獣連にいるんで大丈夫です。はい、ちなみにグラップラーバキは打ったことないけどな、天井恩恵は1500から2000枚くらい、ゾーンもあまりないらしいということは。そうなんだ。あ、なるほどですね、あ、でも逆に言ったら天井とか狙いやすいってことですね。まあそうなんですかね。
自分発売売で10枚でへこんだ、ある意味神降臨したわ。10枚そうですね、なかなかないですね。5枚かける2倍、2倍で終了ってこと。そうですね、化け物嫌いになる瞬間ですね。いや速攻終わったってことですよね。すごいな、まだ無限解除は見たことないってことでね。ほうほう、無限解除もなかなかレアなやつなのかもしれないですね。あー、明日エヴァは完全リセットだなって。そうですね、逆にみんな最高、俺こんだけ乗っけたでっていうのも聞いてますね。バイバイで、そうですね、何倍何枚乗せたとかね、教えていただければと思いますけど。超バイバイはもうさらに乗るってことですか。そうですね、こう乗せ自慢とかねあればぜひ教えていただければなと思いますけどね。なかなかちょっといい調子やっただけにちょっとしんどいですよ。なるほどですね、ざわざわタイムです。今ざわざわタイム、ざわざわタイム、まあ、最初の一つの山が来て今ちょっと休憩って感じですかね、化け物語軍団はね。おっとおっと、バキ、バキ諦めてますねバキダメだこれみたいな顔してますけどね。もう店場作ろうとかそういう気は全くないんで、はい、ダメだっていう顔してますけどね。いや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 、ふてくされてますねドラえもんね。いやいやいや、はい、もうちょっと粘ってほしい。はい、ダメだったんでしょうね。5分持ってませんよ。はい。スロット数回しかやったことないからあんまり分からんが、忍は熱いの？忍に何だ？これ何て書いてあるのかな？わかんないですけど、忍が出たら基本的には熱いって考えてもいいんですかね。そうですね、基本忍が出たら熱いで合ってますね。そうですね。まあ出るタイミングやっぱサミーの台ってことに、まあサミーの台って言ったら変なんですけど、はい、第3って。まあ、北斗とかと一緒で、はい、まあ、できるだけ停止ボタンの方が遅れてる方がすごい熱い演出なんですね。なるほど、なるほど、まあ、なぜ触れずに打てるのかっていうことを僕は知りたいですよね、はい、今肩にね、パトランプ乗せられてますけどね、乾さんは完全にスルーということでね。いやー、はい、もうとそうですね、この青のパトランプなのに赤いランプがついてるっていう。そうですね、謎ランプですけどね。そうですね、はい、あ、どっか行っちゃいましたけどね、はい、あ、トレ、あ、トレ、あれがトレなんだ。まあ、忍ぶにトレ、トレとは萌えの一段上の言葉であるらしいよ。へえ、そうなんだ。あ、原作のね、メインヒロインの、はい、千条ヶ原さんですか、はい、生んだ言葉みたいですよ。あ、なるほど、はい。ゾラちゃんの動きがね、自由すぎてカメラで追っかけるのが大変なんですけどね。そうですね、はい、うん、まあ、基本的には動きがあるまでやっぱ音なしで映すっていうのが正しい扱いかなと思ってるんですよね。そうですね、はい、どうしました？お、なんだ？ゆでじゃないの、そう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 、毎回ね、ゆでじゃないのってね、出ますけどね。いや本当にね、はい、この顔映してますかね、はい、なんて顔してんの見てる人がトレだと言ってるのにもかかわらず、なんて顔してるの、はい、ゆでじゃないのって言ってますけどね。ゆでじゃないらしいです。トレって言ってる、トレらしいです。あー、いい顔いい顔だ。いやー、どうなるのかと思いましたよ、あの顔された時はね、はい、本当に真顔がね、マジで怖いんですよ。そうですよね、はい、感情が読めないですよね、はい、はい、おそらく感情ないんだと思うんですよね。本気で怖い顔、目が死んでるんですよ本当に、はい、昨日フリーズ引いたよ、回転後、あ、閉店5分前にってことで。うわー、ほんまですか。いやー、厳しいですね。お、これは入ったような気が。お、ね、あ、カジノギ枠赤ですね。そうですね、枠赤でリマリプレイで、スワップ演出が出てるので、あ、うつらとまゆちゃんが、はい、あー、レインボー、その直撃ありますよ、3連あるんじゃないですか。はい、まあ、もうレインボーまで行ったらね、入りますから ね、はい、いや違いますよ、 99.9% です。はい、ありがとうございます忠実ですね。逆にこれで、ね、その入らなかったらどうしましょうっていうぐらいの0.01%。これもレインボー鳴った後でも、あの無駄引きとかないんですかね。あ、そうですね、この後 は、 あの、は、AT に入った後のバイバイチャンスの抽選しておりまして、まあ、かなり薄いんですが、はいはい、こちらの方修正しております。ああ、なるほどですね。ほな、いいですね、レインボーのあった後の安心してどのレア子役を狙っていけると。そうですね、まあ、特に今日チェリーとか聞いていただきましたら、はいはい、実質的にだいぶ期待が持てる演出となっていますんで。なるほど、なるほど。
ただいま帰りました。ここでカスタム BGM ってどうのこうの。おめでとうございます。入らなかったら神だよって、まあレインボーですんでね、入るのは入るでしょうね。そうですね、はい、入らないことあるのって言われますが、まあ、理論上は入らない確率もちょっとだけあるっていうことですかね。そうですね、はい。あ、カスタム BGM 出た。そうなんですよ、化け物語で、演出なしのリプレイの時に、上下ボタンですかね。そうですね、これで主題歌を選べますので、好きな方はマイトロしていただいてガンガン増やしてもらって。そうですね、まあ、いいんじゃないですかね。いいですね、はい、この盛り上がる、こんな感じで。そうですね、マイスロ入ってないんで、今だったら最初突入したキャラと、あと自分のメインヒロインですね、そこから選べまして、あとマイスローやったらやっぱり BGM、ボーカル曲が、はい、いろいろ入ってます。そうですね、はい、なるほど。やっぱこのアニメ自体がやっぱ歌いいアニメなんで、ぜひともやってもらいたいですね。ああ、いいですね、アニメのやつ。はい、あとあのペカ泥棒さんですね、ペカ泥棒さんの、ちょっと待ってくださいね、はい、言っておいてください。ほんまに何も弾いてないですからね。やばいっす、ド通常のええとこですね。ド通常、はい、これ皆さんちょっとだけカメラいじりますね。見えますかね、これ、この方のこのだらけ切ったこの打ち方ひどいありさまですよ。ひどい、ほんとね、 AT に入れないだけじゃ飽き足らず、このだらだら感、ひどい打ち方してますよ。なんだこいつは、ほんとに。そこ映させてください。そこ映したらダメでしょ。あ、カメラどうですか。あ、それで、はい、それで大丈夫です。はい、ゆるキャラですね。すいません、ちょっとこれだけ僕ね許せなくてねすいません。やる気ねえな、ペカ泥棒で。違う、そんなことないですよ、もう打つ あの体勢がね、もう今しんどい言いかけたやん何言ってんだこいつは。見とれるで変換できるで、あー、取れって。そうなんだ、ドラえもんに、ね、ドラえもんに取れってことでね、入れなかったらカメだよ、入りましたね。入らないことあるの。最近は無駄引き少なくなったよねって。確かにね、そうですね。なんかメーカーさんもね、無駄引きなくすようにかなり気使ってるってことらしいですけどね。嬉しいですね、そういう気遣い。実際には知らないが、確定演出って作ったらいけないって言われてるね。だから冊子でも確定って書いてないでしょ、濃厚って書いてるってことです。確かにそうですね。それでも 99.999% とか天文学的数字で当たるから事実上鉄板と思っていいだろうがってことです。そうなんですけど、まあ、100とは書けないみたいな、ね、感じなんですかね。俺の倍倍は最高15枚、え、73倍の、あ、15枚ね、15枚73倍で1095枚。あんますごないけど、なんて、なんですか、なんて、なんてとか言って思った。バイバイチャンスの最高記録ね。この人91個目さんの最高記録は15枚 ×73 倍の1095枚。うわー、すごいな、天文学的数字ですね。が最高記録らしいですよ。伊集院さん、ちなみに化け物語最高の、そうですね、一度7500倍がありますね。あ、1回の、ね、1回のバイバイチャンスで、1回のバイバイチャンスで、7500枚、はい、終わったら2万枚突破してました。1番がここにいました。おそらく1番でしょ、これ。そうですね、なんか、まあ、超バイバイにも入りましたけど、超バイバイ中に忍補給を、まあ、3連続で取得しまして、はい、まあ、その結果終わってみたら500倍になってたっていう配当が。へー、すごいな、7000枚、トータルの 出玉数かと思ったら、バイバイだけで7000枚ってことですよね。はい、どこまでも続くでお願いします。これ何、こういう歌があるのかな。ゆるキャラですね。で、確率関係ないよ、責任取りたくないから 99.9% にしてるだけ。まあ確かにね、そうですね。迷いかひたぎか、あー、これなんだ、カンバラのキャラソンでお願いしますって言ってますね。ドラえもん、ペカ泥棒のやる気出してあげて、バグとかあって確定のつもりが外れた場合の保険だよねって。確かにそうですね。俺、東大阪店の近くに住んでたな、イオンの傍らってことで、イオンの傍ら、あー、あらも、あの、あそこのイオンですかね。なんかでっかいイオンありますよね、東大阪ね。はい、2万枚はすげえなーって。そうですね、東
東大阪ってどのあたりまでが、東大阪名なの？名、まあ、東大阪市に囲われている部分が東大阪って言ってますけどね、はい、名はちょっとすいませんよくわかんないですけど、はい、あ、ちょっとなんかペカさん今何やってるんですか今。あ、ペカさん今ストレッチしてますね完全に。そうですね、はい、いやちょっと僕もあの2人打ってるの見てたら打ちたくなって。ああ、なるほど、はい、交代ですか。そうなんですよ、ここからあのペカトコロさんがペラペラ喋りますんで。なるほど、了解です。はわ、回想来た、回想来た。いやこの連続演習の回想は結構いいですね、まあ、2ゲーム目ないんでね、ちょっとこれ続けばいいんですけどね。はい、ペカさん、ペカさん頭外してまたどっか走って行っちゃいましたけどね。今日は何ですかね、向こう奥に向かって消えていくのが流行ってるんですかね。いや多分あの疲れただけだと思います。はい、勝ちました、ありがとうございます。おめでとうございま す。ここからはね、木村の引きをね見せていこうと思ってますんで、お刮目しておいてください。なんかでかいこと言ってるけど本当に引けるんですか。任せください、フリーズを引いた男ですよ僕は。いやでもフリーズでも800枚しか出なかったですけどね。ほら、シナブルレットいきなり来ましたよ。おー、いきなり、おー、すごい。はい、バイバイ。おー、再回転、こい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 、怪しい。おー、おー、おー、バイバイチャンス、バイバイチャンス、おめでとうございます。やっぱね、怪しいで終わることなんでね、ないと思ったんだよね。いや今日はいつになく自信満々ですね、本当に。まあここは5枚でしょ。そうですね、まあ、いきなりね、10枚とか引いちゃったらね、寒いんでね。だいたい生駒の山でならやね、まあまあ山までとかその辺がね、東大阪市ですけどね、大東店の南から生駒の山の手前あたり。そうですね、なお見せた、あ、なるほど、やべえ、やりたくなってきたということで、いやぜひね、はい、化け物語面白いんでね、ぜひ遊びに来て。面白いですよ、はい、気候な東大阪店、気候な鶴見店、両方ともねありますんで、ぜひ遊びに来ていただければなと思います。はい、お待ちしてます。はい、気候なって毎日配信しててすごいねって、ありがとうございます。ありがとうございます。はい、頑張ってますんでね、ぜひね毎日見に来てください。北斗の転生で1200くらいで上下帯のキリン柄外れは先週したよ。おー、マジっすか。そのまま抜けて1300まで通常回して当たったがってことで、いやー厳しいですね。まあやっぱりキリン柄とかね、確定っていうよりは本当にただの激アツ図柄なんでね、外れる時も結構あるのかなって感じですけどね。今日パンオで負けてきちゃったよってことでね。まああのヨス様のね、法人さんの名前を出すのはやめてくれ、せめて気候なの話をしてください。そうそう、せめてね、はい、負けてきちゃったよって言われてもね、何と言っていいのかって感じでね、なりますんでね、はい、まあ、パオさんもね、いいお店ですけどね、ぜひね、気候な遊びに来ていただければ。はい、お願いします。はい、ちゃんと丸にしてるだろうかって、読めねえもんだって、丸にしててもね、はい、読んじゃったよ、思わずね。王に見えるからね、丸とか言われてもね。あ、なるほどですね、まるで打って出たんですね。そう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 、まるで王、はい、完全に王にしか読めないってね、はい、感じですんで。もうペカドロさん完全オフですね。いや、ペカさん何やってるんですか今。いや、そんなことないんですよ。え、喋ります、喋ります、どうもよろしくお願いします。映りますか。ペカドロボーと申します。いや、あの言うとるのがね、顔を撮った顔を映しても大丈夫なんですか。大丈夫ですか。あ、大丈夫ということで。いや、あんたじゃないよ、あんたドラえもんでしょ。あんたでペカさん、じゃあこっち入ってください、こっち、はい、ここカメラここにあるんで、はい、あ、はい、ということで、ね、じゃあここからはドラカットインいらないからドラえもんのカットインがちょっとねうざい感じですけどね。今どんな状況で、今どんな状況ですか、犬さん。はい、今犬の方は怪獣連でひたすらミドル以上がループしてますね。なるほど、行きますね、3000枚さんで。いやー、すごいですね。はい、もうちょっと設定差の大きいところを思いっきり見せてる状態になってます。そうですね、ペカの素顔って書いてますけどね、はい、なかなか見れないですからね、はい、そうですね。どこまで、例えばこの前ね、はい、あの YouTube を見たお客様から、はい、バク転をもう一回してくれっていうふうに言われて。あ、何ですか。バク転をもう一度してくれって。バク転をもう一回やってくれ。あー、なるほど、ペカ泥棒さんの美しいバク転をもう一度見たいと。はい、
ちょっと怪我だけ気をつけてくださいね。もしかしたらちょっとドラえもんさんがちょっと準備してるんで。え、今アップを始めた感じですか、ドラえもんさんが。ああ、ドラえもん、バク転は無理と。バク転は無理と。ダメって言ってます、ね、できないできない、はい、できないできない、そんな振り怖いみたいなね、はい、感じですけどね。何やってるんですかね。あ、なんかうつろな目で、うつろな目で座ってますけどね。はい、いや、なんかしそうで何もしない。どこかを見てるようで何も見ていない。はい、普通に座ってますね。はい。触れ方難しいところですけどね。どうしますかね。どうしたらいいんでしょうか。そうですね、何かしそうで何もしない。何もしない、普通にくつろいでますねこれね。完全にくつろいでるようでもない。ないですね。触れて欲しそうな目でたまにこっちでチラッと見るんですけど。どうしろとみたいなね感じなんですが。どうすれば、はい、まあ放置しときますかねとりあえずね。はい、引きの、はい、引きの絵で放置しておきましたですね。またさっきか、ま、なんなんですかね。でもちょっと今くつろぎ出しました、ね、そうですね。新しく服がなったんでね。そうですね、あんまり折り目とかつけたくない。奥さんがね、新しくポケット新調してくれたということでね。はい。あ、こっちで犬2000枚さんレインボー引きました。あー素晴らしい、まね、あ確定ですね。確定です。 ありがとうございます。やっぱね、この、まあ、ハッピータイム中がね一番の見せ場なんでね、2台同時に見せとかないとダメですよね。そうですね。いや、完全にくつろいでますねドラえもんね。足ベラー伸ばしてますけどね。しかも、見てる方わからないかもしれないですけど、はい、あれ化け物語見てるのに違いますからね。全然違いますからね。何もないところですからね、はい、ちょっと離れてますから。無人のコースをね今見てますからね。何やってるのかよくわかんないですけどね。スロ蒼天の剣のキリン柄は 98% くらいだから、多分スロの北斗も同じくらいかもね。それで最初の、最初で最後のキリン柄外れでした。ああそうなんだ。ドラえもんわらわら、綾波の声真似でこんな時どんな顔しているのかわからないのって言っとけばいいのかな。ああ確かにね。配信専用の当番があるのということなんですが、これはどういうことですかね。一応担当というか配信するお店にね、私がいろいろお伺いさせていただいて配信してる感じです。放送後ってみんな朝何時ぐらいに起きるんですかってことで、それはなんかシフトによるって感じですかね。そうですね、次にまた朝からっていう時もありますし、はい、その時はちょっと大変ですけどね、頑張って皆さんね配信していただいてるというような状況になっております。はい、はい、ペカの素顔、ドラカットイン熱い、いやドラカットイン激熱かなと思ったんですが、今もこれ完全にもう冷め切ってますねこれね。完全にカメラ向いてるの分かって起きながらこちらにケツ向けて寝てますからねこれね。いやでもおそらく家帰って何しようかな。ああなるほど、普通の店長になります、ね、そうですね。ドラえもんセクシーやなカリーって言われてますけどね。ドラ寝半のポーズ。まさかグラビア撮影って言われてます。寝ようるって言われてますけどね。ドラえもん暇ならジャグラー打てばって言われてますけどね。おっとジャグラーに反応しましたね。ジャグラーは打つ気ままなんですか。打っていいの、うん、打っていいのみたいな。いやいや、まあ、打ち上がりましたね。もうドラえもんですけど、いい、煽る皆さんも大概です。ジャグラー、じゃあそこのマイジャグ打ってもらっていいですか。え、何やってんの。反応わらわらって言われてますけど。ドラえもん今度何タグラムで、まあ、見てる方からリクエストいただけたのなら、ね、はい、嬉しいですよね。お、反応早ーってことで、いや仕事がないですね。はい、あ、ジャグラー打ち始めるわけ感じですね。はい、あ、じゃあそこの角台を、はい、じゃあ皆さんジャグラーも見ながらこっちも見といてください。バイバイチャンスいただきました。はい、おめでとうございます。あれ、木村さん他にも入れてたんですね。はい、そうですよ。トイレ行ってる間に、はい、そうです。やっぱね、化け物語が面白そうやったんでね。さあ、ドラえもんはね、マイジャグラー2ですかね。はい、はい、何ゲームぐらいですかね。回して始めましたね。なんとか30ゲームぐらいには、30ゲーム以内には。そうですね、まあでもあれペカっても見えないんじゃない。見えない、マイジャグなんでね。マイジャグなんでね、多分ドラの反応で分かると。そうですね、はい、まあ、ペカったら体でねビクってしてくれると思うんでね、分かりやすいんじゃないかなと思います。これ見てるだけで楽しいけど、やっぱやるしかねえなーってことで、ね、あ、ぜひね、化け物語、うちに東大阪、気候の東大阪店、気候の鶴見店、遊びに来ていただければなというふうに思いますので、よろしくお願いいたします。お願いします。お願いします。はい。でんぐり返り、あ、でんぐり返りもしませんですね。ただ座ってましたね。めっちゃ寂しい。また先って言われてますけどね。ドラちゃんかわいい。
ドラえもんジャグラー光らせてよってことで、ね、見事打ち始めましたけどね、奥さんやなーって。みーちゃんの格好して近づいたらどうなるの。あーみーちゃんの格好して近づいたらどういう反応するんですかね。猫なんでねビビるかもしれないですけどね、まさかのグラビア撮影ドラネハンのポーズ寝よる、ってことで、ドラえもんセクシーやな、反応わらわらはてはて、前代ペカらしてほしい。あーそういう放送もねありましたけど ね, ありましたね、はい、オカルト店長がね、ちなみに今の店舗で今月の最高枚数などを公表しているなら上位3つぐらい教えてって言われてるんですけども、これランキングとかは東大阪店は公表 OK なんでしたっけ。地域的にちょっとまずいんでしたっけ。乾さん、そうですね、公表もしているんですが、もしよかったらちょっと店舗に直接来ていただきたい。なるほど、はい、ぜひお店に、ね、来ていただいてランキング見ていただければということで、はい、もうぜひ、はい、よろしくお願いいたします。まあやっぱりね今高純増のね AT 機、多いんでね、結構枚数は結構やっぱりすごいのが毎日ポコポコ出てるんじゃないかなって感じありますけどもね、はい、さあ1回これで終了で引き戻しですがどうでしょうか。引き戻しましょう、はい、まあ引き戻しあと2ゲーム残ってるんでね、今日はまだ1回も引き戻し自体は出てないですね。そうですよね、皆さん同じタイミングで、はい、さあ、あー乾さんは残念ダメでした。さ あ, あこっちもないのか。木村さんはあーないーということで残念。ちょっとね無理な体勢が立たってすっごい肩が痛いドラえもん綺麗なリーチ目見せてとか言われてますけど、ね、ドラめっちゃいそいそ打ち寄る。化けは面白いねってことで、そうですね、面白いですね、化け物語やっぱ人気すごいですよ ね, そうですね、はい、新パネルでまた増大しましたから、鶴見店は。あ、今日の鶴見店は、ね、新パネルで増大ということで、合計で化け物語何台ですか。東大阪と同じ、あ、5台あるということでね、東大阪、鶴見ともに5台、化け物語ありますので、はい、ぜひね、化け好きな方遊びに来ていただければなと思います。カウンターの子可愛いけど他がなーって何の話ですよ。寝台入れ替えよろうって失礼な寝台入れ替えですけどね、マイジャグ2打ちに行きます。ありがとうございます。マイジャグ2の方が興味惹かれてますね。そうですね、予想あと5分でドラえもんが飽きるどうでしょうかね。でも今50ゲームぐらい回してますけどね。お、結構回してますね、はい、いや、ジャグラー結構好きですからね。そうなんですよ、なかなかないと思いますよ。そうなんですよ、ドラえもんね地味にジャグラー好きなんですよね、はい、はい、結構さすがね。今体がビクッとなったが、これもしかして光ったのか。お、指さしてるけど、ちょっとペカさん確認していってもらっていいですか。はい、光ってのか。え、何も光って光ってないのかよ。延長ですね、これ光ってないのかよ、はい、光ってないのかよ。手です、手一緒や、あの前の手一緒やいうのやってます。ひどいリアクションおそらくそんなの誰も求めてない。おそらく、あ、そうですね、あの前の手が、ね、多分日頃のハードワークがたたってるんでしょうね。見つけたんでしょうね。あ、手一緒やと思って。あ、そんな今更見つけないで、そんなのね、はい今更すぎるから。手勝った時だけねリアクションしてもらって大丈夫なんでね、はい。最高枚数公表してるホールがあるが、最低枚数、を公表してるホールとかあったら斬新だが聞こなしませんかって言われてますがね。最低枚数はでももう入らない、動かないことじゃないですか。あ、ゼロ枚っていうか誰も打たないとかがね、まあ、最低枚数なのかなって気がしますけどね。あ、そうですね、はい、まあ、吸い込みの枚数ってことでしょうね多分ね。マックス吸い込み枚数とか、はあ、まあ、はあ、東大阪店とか鶴見店とかね違うんですけど、データカウンターでよくあのスランプグラフ出るね、あります、あります、最近ありますよね。あの梅北店とかそういうスランプグラフ見れるのがあって、あ、今日こんだけ吸い込んでんなみたいなね、分かる感じになってますんでね。東大阪店ゴスロに化け物語入れてということでね、じゃあご要望として受け止まりたいと思います。新パネルどんなのってことで、新パネル化け物語の新パネルはヒロインパネルといって、ヒロインがなんか全員集合みたいな、はい、パネルですよね、はい、あれも賑やかで可愛いパネルになってますんでね、ぜひ遊びに来ていただければと思います。化け物語ドラえもんパネルが出たら東京から行きますということでね。いや、化け物語ドラえもんパネルというよりはマイジャグラードラえもんパネルの方が可能性としては高そうですけど、なんかね、まあでもどっちもドラえもん出ないですからね。あ、出ないですかね、はい、あ、なんかまた手が似てるとかやってますけどね、ハウって言いながらやってますけどね、手が似てる、はい、たまに思い出して笑う。そうですね、でも全然ペカらない自家発電ですね、はい、8台を全部ルパンにしてくださいって言われてますか。あ、ルパン3世でやっぱりすごい人気ですよね。
ルパン三世は東大阪店は台数分かりますか、乾さん。あ、はい、台数がですね、東大阪店が、はい、ルパン三世、はい、ワンボックスの半分で18ですね。18台、はい、大量導入という、ね、なってますんでね、はい、もうよかったぜひうちに来てください。いや、今やっぱりパチンコかなりもう引っ張ってると言っても過言じゃないぐらいのね大人気ですけどね、ルパン三世ね、ガロファイナルとルパン三世という感じですかね、大人気キスというふうになってますんでね、ぜひ遊びに来ていただければと思います。さあということで、本日はキコーナチャンネル、水曜、東大阪の鶴見店自由すぎる配信ということで、化け物語、サミーですね、キコーナの化け物が化け物語を語る配信ということでお送りしてるんですけれども、はい、はい、いつものようにねドラえもんが自由すぎる、動きを展開してるんですが、あっとドラえもん席立ちましたね。あれちょっと待ってくださいね、はい、ペカった、ペカってますね。お、ペカってる、これ見てあげてください。ペカってるけど、ペカってるけど、見えないからね、マイジャグだから、はい、ペカってます、ペカってます、はい、これ見てください、打つ前から分かったでしょ、リーチ目見てください。あー、なるほど、リーチ目で光ってる、あー、確かに確かに、はい、手が、はい、なるほどね、こうなってるでしょリーチ目関係ないやねん、何やねん見て分かる通り、なるほどね、リーチ目こうなってるから、なるほど、お疲れ様です、ありがとうございました。いや照れてますね。いやでも意外とすぐ引けましたね、引けましたね、はい、綺麗なリーチ目見せてというね要望に綺麗に応えるということで、60、50、70ゲームぐらいぐらいですかね、はい、はい、素早い、うん、いやいい引きしてましたね、さすがにね、ドラえもんねドヤ感見事ですって言われてますね。リーチ目ありがとう、何かを探していますね。お、何探してますか、次は何かを探す、あれ時計もないけれども時間が気になる、あ時間やべ、あ帰らなきゃ、あっと帰ってきましたね帰りましたね、あ帰っちゃいましたね、ほんまもう自由の化身ですね、自由の化身ですね、そして投げ捨てるスタイルということでまあ確かに時間ですしね、そうですね、そろそろ時間ですけどね。あーほんまですか、はい、どうしますかね、もうそろそろという感じですが、いやこっちがね、はい、2000枚さんの方が、はい、本店長っぽいんだよね、はい、じゃあそれまでは、あそうですね、ではちょっとこちらだけ、キリがいいとこでということでよろしいですかね、はい、はい、バッチリ入れちゃってから、はい、締めておきましょう、はい、最後やらせていただきます、さすがドラえもんってことでね、ガロ桃源の笛暴走ってこと、いやガロはねなかなかねこういろんな意味でね面白い騎士ですけどね、そうですね、斬新ですよね。あーっと今ペカさんがねドラえもんの引いたボーナスがどっちなのか、回してみたんですが、残念ながら残念ながらなのかな、レギュラーということで、そしてレギュラーを揃えてペカさんも去っていきましたね。そうですね、あの男たちに責任感という言葉ないんですかねどっか行っちゃいましたけどね、はい、見事レギュラーをボーナスを引いたということですね。ドラえもんはマイジャグ2の設定行って打ってどうぞって言ってますけどね、リーチ目リーチ目ありがとうドヤカーンって、ドラちゃん揃えるとき3枚掛けダメだよ、そして投げ捨てるスタイル、そうですね、はい、ブラックラグーン信頼出してってそれメーカーさんに、そうですね、はい、メーカーさんにぜひね、あれはスパイキーか、あの、はい、アリソクラートさんですよね、面白かったですけどね、はい、ブラックラグーンね、あパチンコの方かな、どっちの話してるんですかね、どっちも結構おもろかったですよね、そうですね、パチンコは太陽エレックさんでしたっけね、そうですね、はい、じゃあぜひ、太陽エレックさんかスパイキーさんにね横要望出していただければと思います。いやーダメですね、こっち全然入んないですね、なんもやばいですね、こっちドラえもんジャグ打ったことなさそうってありますかね、ジャグはめちゃくちゃ打ってますよね、ドラえもんはね、はい、帰ったのって帰ってます、安定のレグやり直しってことでね、レグ、まあ、ビッグとレグが当倍くらいならこう設定可能性あるでってこと、まあよく言われるやつですけどね。さあまた今度一人木村さんが帰っていきましたね、これだんだん一人ずつ今日は去っていくという配信スタイルなんですか、あ最後乾さんと二人でじゃあ締めるって感じでいいんですかね。いやーきっと戻ってきてくれると思いますよ、戻ってきてくれる、はい、なんですかね、あこれを見ました、あじゃあ終了ということでよろしいですか、はい、お疲れ様でした。
はい、じゃあこちらね、はい、本当 どこ行かれたんでしょう、全く見当たらないですね。そうですね、皆さんいなくなっちゃいましたけどね。はい、ということでお疲れ様でした。お疲れ様でした。化け物語どうでしたか。そうですね、やっぱり面白いですね、はい、打ったら。いや今日は結構枚数も出ましたね。そうですね、枚数も、はい、何枚ぐらいですか。大体そうですね、2箱1500枚ぐらいでしょうかね。1500ぐらいですかね、はい、はい、出ましたね。いやまあ2時間打って結構展開的には最初の方からまあいい感じだったんじゃないかなって感じですけどね。ずっとバイ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 じゃないですね、カイジの起動ループしてて面白かったですね。そうですね、はい、まあね、残念ながらフリーズとか超バイバイとかね、あのお見せすることはできなかったんですけれども。そうですね、そっちなんしたかったですね、はいはい、なんか後ろから続々とねおがんがしたと思ったんで、なんか謎の生き物がね、猫型ロボットがいますけどもね。はい、ということで本日は、キコーナチャンネル水曜鶴見&東大阪店、東キコーナ東大阪店の方からね、キコーナの化け物が化け物語を語る配信ということで、乾さんね、キコーナの化け物代表ということで全員でこっちに入るのもやめてもらっていいですか。こっち側に入って普通に広いとこ入ればいいじゃん。嫌なの、こっちに入りたいんですか。ああ、そうですか、運営側っぽい感じでねやっていきたいということでね。こっちから見たら威圧感すごいですね。いや本当にね、はい、よくわかんないですけどね、おにぎりなんだなって、なんだ小さい画面に行くんだって言われてますけどね。まあ多分それ理由は自由すぎる配信だからじゃないかなと思いますけどね。はい、なってますんでね、はい、ぜひ、今日の放送を見ていただいて、化け物語面白そうだなと思った方はね、ぜひキコーナ東大阪、キコーナ鶴見、遊びに来ていただければなというふうに思いますので、よろしくお願いいたします。はい、お願いします。はい、でもこれで締める感じでいいんですか。なんかあるんですか。特にない、特に今日は乳首挟んだりとか特にない感じでよろしいですか。大丈夫ですかね、はい、いやめっちゃ首振ってますけどね、ないということでね。じゃあ最後は乾さんの一発ギャグで締めていただく感じでよろしいですかね。一発ギャグ、はい、乾さんの鉄板一発ギャグで締めていただきたいと思いますよね。鉄板一発ギャグ、じゃあちょっとせっかくなんでマイジャグラー今空いてますんで、はい、ちょっと前ジャグラで火があった時のビクってなるちょっと技を。え、何ですか、何ですか、もう一回言ってください。あのペカった時に、はい、思わずビクってなるちょっとやり方を。なるほど、はい、マイジャグラーでペカった時に思わずビクッとなるやつ。そうですね、はい、というやつ、ね、後ろのお客様とかが、はい、光ったんこいつみたいな思われる、はい、ちょっと技をやりたいですね。なるほど、わかりました。じゃあ、ちょっと待ってくださいね、はい、よくわかんないですけどそれ鉄板ネタということでね。そうですね、はい、じゃあ行かせていただきます。はい、お願いいたします。ちょっと待ってください、これ、はい、これボーナス、ね、忘れてました。ちょっとボーナス入ってるから、それちょっと今のなしで、はい、今のなしでもう一回いきます、はい、ドライさせてください、はい、頭抱えてるけど、ね、ドライも大丈夫ですかね。じゃあちょっと行かせていただきます、はい、すいません、以上です申し訳ないです。ちょっとかなり触りづらい状態でしたね。後ろすごい打っててちょっと嬉しいです。罰ゲームよろって言われてるんですけどダメダメって言われてますけどねこれはなしですよね。それはこれはなしですよね、はい、ドラえもんお手本見せてって言われてますけどない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 ね、はい、ということでねもうちょっとねリアクション体使えばねいいのにっていう、はい、感じはするんですけどね、はい、まあそれね不器用なね乾2000枚さんがねみんなから愛されてるという映像でございました。はい、ということでもう本当にこれで締めていいんですか。大丈夫、いいんですか。特にない、告知もない。ああ、乾さんが、もう一回鉄板ギャグやってくれる感じですか。あ、もう一回、そうなんですか。もう一つあるんですか。もう一つ、はい、そうですね、はい、何かやらせたっけ。お、ジャグラーやれと。ジャグラージャグラーのあるあるをもう一つ披露しろ。直で入った時いうことですかね。ああ直で入った時、技ああ直で入った時どんなリアクションなのか。直で入った時、はい、しました、はい、もうそちらもお見せしますよ、ね、たまにあったすごい嬉しい瞬間ですけどね、直で入る、はいはい、時、ね、じゃあちょっとまあ再度やらせていただきます、はい、じゃあお願いいたします、はい、
はい、以上です。まあ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 、ほら、さっきよりは 最初の反省が生かされてたから、はい、もっと体使えばっていうね、ほら、こういう動きがあったんで、いいんじゃないですか。大丈夫ですよね。まあ反省会ちょっとね、後で反省会やるということでね。はい、はい、ということでね、はい、もうやめてあげてって言われてるんでね。はい、いや、犬さん美味しいですけどね、本当にね。ということで、本当にもうこれで締めていいんですか。本当に大丈夫。ああ、分かりました。じゃあね、締めさせていただきます。もう前にも立たないスタイルということでよろしい。もうここでワイプで締める感じでよろしいですかね。はい、分かりました。ということで、ね、キコのチャンネル本日は水曜鶴見&東大阪店ということで、キコの東大阪店の方からねお送りさせていただいたんですけども、いかがだったでしょうか。化け物語ね、ぜひね、乾さん詳しい解説していただきましたので、ね、ぜひね遊びに来ていただければなというふうに思いますんでね。明日以降、乾さんお店の方にはいらっしゃるんですかね。明日ちょっと高級いただいてました。明後日以降でしたら、よかったらちょっと自分訪ねに、はいはい、いらっしゃるということで、はい、ぜひね化けとかで分からないことあれば、そうですね、はい、乾さんの方にね、はい、聞いていただければと思いますんでね、ぜひ遊びに来ていただければなというふうに思います。はい、ということで明日はですね木曜日ということで、キコのチャンネル木曜鶴見って、すいません、木曜森口店ということで、明日はパチンコ、まあ、多分鬼武者あたりやるのかなという、ね、予定になってますんで、ぜひ、ね、遊びに来ていただければなと思います。で、来週はまた水曜日、鶴見&東大阪合同配信なんですけども、場所はどっちですか。鶴見東大阪、鶴見で、はい、鶴見でやるということでね、じゃあ来週は鶴見店の方から配信させていただきますんでね、また機種とかは決まってないんですけども、また何か面白いね、自由な配信をさせていただきたいと思いますんでね。いやー、めっちゃ殴りたいわドラえもんと思いますんでね、ぜひね遊びに来ていただければなと思います。はい、ということで、キコのチャンネル水曜鶴見&東大阪店自由すぎる配信、今週はこんな感じでお送りさせていただきました。また来週お会いしましょう。ありがとうございました。ありがとうございました。さよなら。そう、この感じいいね。キコーナ。そう言ってたじゃん、本当無事。